二十歳の愛人が妊娠した。離婚してくれ。私より何歳も若い女性を連れてきたアキラ。なんと妊娠させてしまったようだ。私は戸惑う素振りも見せず、アキラの要求を飲んだ。あまりにもあっさりしているため、びっくりしているアキラ。しかし、そんな彼に私はとある真実を突きつけてやった。その言葉にアキラは崩れ落ちた。今まで私をないがしろにしてきた罰よ。そう思い、家を出る準備を始めた。私の名前は山口博子、43歳の専業主婦だ。夫のアキラとは会社員時代に出会って意気投合、数年の交際期間を経て結婚に至った。私は結婚前にとある IT 企業で働いていた。中途で入ったこともあり、とても不安な毎日だった。大学生の頃にプログラミングを勉強していたこともあり、IT 企業に挑戦してみたが、やはり数年前の記憶ということもあり、必死にマニュアルを読み込んだり、先輩に聞いたりして仕事を覚えようとしていた。しかし、それでも悲しいことに、若い子たちには追いつけなかった。若い子はすぐに仕事を飲み込んでいく。この時点で30代だった私には、そんなみんなが眩しく見えた。そんな時、助けてくれたのがアキラだった。アキラは私が配属された部署の部長で、部下を人一倍気遣っていた。大丈夫かな？何かわからないこととかあるかい？ああ、ここがよくわからなくて。どれどれ。アキラは私が困っていると、必ず助けてくれるようになった。私もアキラを頼ることが増えて、いつの間にか二人で食事をする時間が多くなった。そんな中、二人でご飯に行くことも多くなり、お互いのプライベートについて話す機会が増えた。そこで、アキラがシングルファザーだということが分かった。前の奥さんに浮気をされて離婚したそうだ。シングルファザーなんて大変ですね。まあな。子供もまだまだ小さいし手がかかるよ。困った顔をして、アキラはビールを煽った。その瞬間、私の中の何かが動いた。私がアキラのことを助けたい。少しでも何かの役に立ちたいと思った。どうやら、アキラに恋人はいないらしい。それを知った私の、アキラへの気持ちは増していった。そして、私の気持ちが届いて、交際に発展した。周りの社員は、とても喜んでくれた。しかし、アキラのことを知らない、私の友達は喜んでくれなかった。浮気されたからとはいえ、シングルなんでしょ？結婚したら苦労するだろうし、絶対にやめといた方がいいって。でも、そんな友達の言葉すら、私の脳内には入ってこなかった。今考えると、相当頭の中がお花畑になっていたのだろう。その後も、友達は何回も、結婚はやめておいた方がいいと言ってきたが、私からすると、アキラのことを何も知らないくせに、と思ってしまうのだった。友達からの忠告も無視して、結婚までたどり着いた私たち。この結婚を機に仕事を辞めて、専業主婦として生活し始めた。最初の頃は、とても幸せに暮らしていたが、だんだんとアキラの様子がおかしくなってきたことに気づいてしまった。結論から言うと、アキラの性格は悪い方向に変わってしまった。会社でのアキラはどこに行ってしまったのだろうか。以前は手伝ってくれた家事も全く手伝ってくれなくなり、私に命令するようになってきた。早く飯作れよ。何グズグズしてるんだよ。ごめんね、今すぐ。専業主婦のくせに今まで何してたんだよ。今までアキラが帰ってきてから夕飯の準備をしていたため、同じようにしていたら文句を言われる。そしてアキラは私をけなすときに必ず、
専業主婦のくせにというのだった。そもそも私が専業主婦になるのは二人で話し合って決めたことだ。それなのにぐちぐち言ってくるのは正直かなり不快だ。はい、お待たせ。遅えなあ、まったく。アキラは私を睨んでご飯を食べ始めた。しかし、なんだよこの飯まずすぎるだろうと言い箸を投げ捨てた。キャッ、こんなまずいもの食えるわけないだろ。外で飯食ってくる。ほら金よこせ。アキラは私の財布から札を抜き取り、そのまま家を出て行ってしまった。私はため息をついてアキラが残していったものを片付けた。その様子を見ていたのはアキラの連れ子である幼稚園生の桃子だった。桃子はなかなか私に懐いてくれない。交際している時も桃子と会う機会はあったが、私のことを怖がっているように感じる。将来お前のお母さんになるんだから挨拶くらいしたらどうだ。アキラは桃子に優しく話すが、桃子は何も喋ろうとしない。それもしょうがないだろう。桃子はまだ幼稚園にも上がっていない。急に新しいお母さんだと紹介されても戸惑うだろう。私はなるべく桃子に寄り添うように接してきた。しかし桃子の様子は変わらない。今回のようにアキラが怒って外に出て行っても全く戸惑うことはなかった。むしろ後片付けをしている私を冷めた目で見ているようだ。この年齢でこんなにおとなしい子は珍しいのではないだろうか。今までアキラがどのように桃子を育ててきたのかが気になるのと同時に心配に思うのだった。そんな中、私とアキラの間に子供が生まれた。可愛い男の子だ。しかしアキラは新しい命に見向きもしてくれない。育児はすべて私に押し付けてくる。おい、こいつ泣いてるぞ、早くどうにかしろよ。こいつって何よ。名前とか知らねえから、ほらさっさと静かにさせろよ。そう言ってアキラは酒を飲みつつテレビを見るばかりだ。仕事で疲れているのはわかるが、もう少しくらい家族の時間を作ってほしいものだ。あまりにも結婚前と結婚後のアキラの態度が変わっていたため、もしかしたら私がストレスになっているのかと思ったこともある。それと同時に会社での様子は変わっているのかどうかが気になっていた。しかし仲の良かった社員に連絡してみてもアキラの様子は変わらないの一点張りだった。部長、結婚してから性格変わっちゃったの？そうなんだよね、乱暴になったというか別人みたいになっちゃって。いや、部長は相変わらずだよ、すっごい優しい。優しいんだ。社員の話を聞いているとさらにアキラのことがわからなくなってしまった。本当の性格は何なのだろうか。私にはどんな態度をとってもいいと思っているとしか考えられなかった。部長もストレス溜まってんだよ、そのうち元に戻るんじゃない？そう、そっか。社員から改めてストレスが溜まっているかもと言われてしまうと、やはり自分が原因なのかなと思ってしまう。アキラは私に何を求めているのだろうか。家事と育児に追われている中で、さらにアキラのご機嫌取りをしないといけない私は、ヘトヘトに疲れてしまっていた。そんな事情を知らないアキラは、相変わらず好き勝手に過ごしている。家に帰ってきたら、服を散らかして酒を要求。休日も、昼過ぎに起きてきたと思ったら、何も言わずに家を出ていく。車で出かけているので、酒を飲んでくることはなかったが、毎回のようにパチンコや競馬で金を溶かして機嫌を悪くして帰ってくる。それを見た息子がアキラを怖がり泣いてしまい、その泣き声にアキラが怒ってしまう。桃子は私が慌てているのを見ているだけだ。一体どのような感情で見ているのだろう。彼女の頭の中を
覗いてみたいと思ったこともあった。結婚して半年後、アキラはついに家にいることが少なくなっていた。平日は仕事終わりに飲みに行き、帰ってくるのは日付を過ぎてから。休日は朝からパチンコ屋に並び、夜まで帰ってこない。アキラの行動は子供の教育に悪影響だと思い、注意したことはあったが、アキラは逆ギレしてきて話にならない。俺の金で遊んでるんだからいいだろうが。お前に何か迷惑かけたか？どうだ、言ってみろよ。迷惑っていうか、もう少し子供たちと遊んであげてよ。寂しがってるよ。本当に子供が寂しいって言ったのか？どうせお前の憶測なんだろ。ここまで来ると、なぜ私との間に子供を作ろうと思ったのかが疑問だ。私は、もしかしたら子供ができたら変わってくれるのでは、と思っていたのだが、どこで道を踏み外してしまったのだろうか。アキラへの不満は溜まっていく一方だった。だけど、この時の私は、絶対に離婚はしないと心に決めていた。しかし、アキラの行動がさらにひどくなっていった。朝帰りが当たり前になり、毎回スーツに香水や化粧品の匂いをまとわせていた。休日も何かと理由をつけて家を出て行ってしまう。しかもいつもより少しだけおしゃれをしていくのだ。つけなかった香水をつけるようになり、今まで気にしていなかった柔軟剤の匂いなども指定してくるようになった。クラブにでも行っているのか、それとも浮気をしているのか、最初は決定的な証拠がなく、問い詰めることはできなかったが、朝帰りしてきたアキラの首に赤いあざがついていたのを見て、浮気を確信した。ここで、アキラに浮気してるでしょう、と聞いてもよかったが、逆上してきたら私の身に危険が及ぶかもしれない。気性が荒いアキラは何をしてくるかわからないのだ。そこで、私は興信所を頼ることにした。独身時代の貯金を切り崩し、なんとか依頼料を支払った。その結果、アキラはやはり浮気をしていた。興信所の人から、写真や動画などの証拠をたんまりもらった。覚悟はしていたが、やはり実際に浮気をしているとわかると、ショックだ。相手は、同じ職場の二十歳の女性です。仕事が終わると毎回決まったホテルに行っているようです。そして浮気相手がアップで写っている写真を見せてもらった。浮気相手は化粧が濃い印象があり、率直に言ってしまえばチャラい感じだった。私とは正反対の女性だった。そうですか。数日張り込んでましたが、毎日のように行ってるようですね。更新所の人は淡々とアキラの様子について話してくれた。しかし、それらの情報は頭には入ってくるはずもない。ありがとうございました。私は更新所の人にお礼を言い見送った。ソファーに座り、今回もらった写真を眺める。どの写真を見ても、アキラは私たちには見せないような笑顔を浮かべていた。このままだと、もしかして離婚されてしまうのだろうか。はあ、思わずため息をついた。真相を知りたいから更新所に依頼したけど、やはり知りたくなかった事実だ。これからどうしたらいいのだろう。いろいろと考えた後、私はアキラと離婚することを決めた。離婚してはいけないと思っていたが、このままでは私の身が持たない。私が倒れてしまったら、アキラは全く子供たちの世話はしないだろう。想像するだけで身震いしてしまった。それから私は、家でもできる仕事を始めることにした。独身時代の貯金では、この先育児はできないだろう。結婚前にしていた IT の知識を使って仕事を探すと、意外と在宅の求人があった。給料も高い仕事が多く、これらを続けていれば早く貯金できるだろうと思った。
安心できる金額を貯金するまで、あと少しだけアキラに耐えられれば解放される。離婚をする際には更新所からもらった写真を突きつければいいだろう。しかしここで心配なのは桃子のことだ。桃子は今でも私に全く懐いていない。私が話しかけても無視するだけだった。この様子だときっとアキラに面倒を見てもらった方がいいだろう。そんなことを思っていた。アキラは相変わらず浮気を続けている。気のせいか機嫌がいい日も増えてきた。私が作ったご飯を食べてくれる日も増えたし、何気ない話をしてくるようにもなった。これは私に浮気がバレたと思っているからだろうか。写真は隠してあるが、見てしまった可能性もなくはない。アキラの機嫌がいいと逆に怖いと思ってしまう。自分でもいびつな夫婦関係だと分かっている。でも今まで通り必死に取り繕わなければいけない。もし離婚しようとしているのがバレてしまったら、私はどうなってしまうのだろうか。ひろこ、今日も出かけてくるから晩飯いらないわ。そう、わかった。あれ、元気なくないか？どうしたんだ？そうかな。最近、アキラは私の様子をうかがうようになってきた。具合悪いのか？とか。元気なくないか？とか、急に優しくなっている。それも、私を怖がらせる要因になっている。そんなある日、アキラは休日だというのに、昼過ぎに家に帰ってきた。しかし、一人ではない。アキラの隣には、浮気相手の女性がいた。私は正体を知っていたが、しらじらしく聞いてみた。どうしたの？隣にいる女性は誰？すると、アキラはいきなり床に座り込み、土下座しながらこう言った。二十歳の愛人が妊娠した。離婚してくれ。どうやら、アキラは浮気相手を妊娠させてしまったようだ。浮気をしていたのは知っていたが、まさかそこまでしてしまうなんて。私は呆れて言葉も出なくなってしまった。妊娠？この通りだ。少しは私に対して悪いと思っているようで、アキラは必死に離婚してほしいと言ってきた。ま、こんなに言っているのならしょうがないか。もともと離婚しようとしていたし。私は、はい、離婚届と言い、記入済みの離婚届を突きつけた。アキラは私がすんなり離婚に応じるとは思っていなかったようで、目を丸くして驚いていた。しかし、すぐに離婚届を私から奪い去ると、さっきまでの態度とは一変してしまった。え？本当にいいのか？土下座するとちょろいもんだな。記入済みだということを知ってか知らずか、自分が土下座したからという理由で、離婚が認められていると思っている。やっとお前と離れられる。そうね。じゃあ桃子以外は連れてくね。は？桃子も連れて行けよ。無理。だってこの子は。この時期の桃子は絵に描いたような反抗期だった。高校3年生の卒業間近、なんとか大学に受かることはできたので安心しているが、それでも桃子は夜遊びをやめることはしなかった。日付が変わる前には帰ってくるが、やはり親としては心配である。このような複雑な家庭環境で育ってしまったため、ひどい反抗期に入ってしまうのも納得がいく。本当に桃子には申し訳ない気持ちでいっぱいだ。しかし、桃子は私に懐いていないため、私についてくることになってしまったら、さらに心を閉ざしてしまうかもしれない。そう思って提案したのだが、アキラは子供がついてくること自体嫌な様子だ。嫌だよ。なんで俺が面倒を見ないといけないんだ。こっちは新しい子供のことで手一杯なんだよ。自分の連れ子なのにひどいことを言うものだ。浮気相手の方を見ると、アキラに同情するように必死にうなずいている。あなたが桃子を引き取らないなら離婚はしないわよ。
実の親から子供を引き裂くなんて真似、私にはできない。私がそう言うと、アキラは面倒くさそうにため息をつき、私を睨んだ。わかったわかったよ。桃子は俺が引き取る。これでいいか。はい。明美もいいか。アキラは浮気相手の女性に尋ねた。明美という名前らしい。明美は可愛こぶっているのかわからないが、その場でだだっこのように足踏みをして、アキラに反論した。やだやだ。私とあんまり年齢変わらないしさ、子育てなんてできないよ。でも、あいつを引き取らないと離婚できないしさ。俺は早く明美と一緒に生活したいんだよ。すると、明美は照れたように手で顔を覆った。それだったら、私頑張っちゃおうかな。うんうん、ありがとう。見ているだけで、正直吐き気がする。私は、二人の会話を遮るように、離婚届の記入を促した。明日には、出しに行ってしまいたいところだ。アキラは、めんどくさそうに、近くにあったペンを手に取り、離婚届に記入をした。その間も、アキミはアキラにくっついている。腕を組んで、どこかくねくねしている。この行動は、素でやっているのか、演技なのかわからないが、どちらにしろ私を不快にするのには変わりがなかった。ほらよ、これでいいだろう。あくまで自分から離婚を申し出てきたくせに、この態度は何なのだろうか。アキラに対して怒りの感情しか湧かない私。すでに夫婦としては破綻している。離婚したらどうするんだ？金とかないだろ。まあ、困ってても助けてやらないけどな。アキラは、どこか勝ち誇った顔で質問してきた。お金？それなら大丈夫よ。私働いてたから。は？働いてた？そして、自分も離婚を申し出ようとしていたことを告げた。結局、気づいてなかったアキラは、私の発言を信じられないというように聞いていた。唖然としているアキラを見つつ、私はとあるものを出した。お前、これって。そう、浮気の証拠だ。女性を妊娠させたと言い、家にやってきた時点で、自ら浮気をしましたと言っているようなものだ。そこに、写真という動かぬ証拠を合わせることにより、アキラはもう言い逃れができない。私が浮気の証拠を出すと、一気に場の空気が変わった。あなたがなかなか帰ってこないからさ、心配になって、更新所に頼んじゃった。心配だからって、更新所に頼むことは。確かに、更新所に見張られるのは、いい気はしないだろう。しかし、何もやましいことをしていなかったら、いいだけの話だ。そもそも、家に帰ってきてくれればよかったのに。あなたたちこそ、大丈夫？私がそう言うと、二人はすっとんきょうな顔をして私を見つめた。もしかして、わかっていないのだろうか。そんなことをしておいて、ただ離婚して終わってやるほど、私は優しくない。養育費、ちゃんともらいますからね。慰謝料は、明美さんからもきっちりもらいますから。は？何よ、それ聞いてないし！既婚者と付き合って、子供まで作っておいて何をすっとぼけているのだろうか。それとも、私がすんなり引くとでも思ったのだろうか。ほとほと呆れてしまう。明美はかなり慌てているようだった。お金がないのだろうか。お金がないの？それだったら、アキラに払ってもらったらどう？これから夫婦になるんだもんね。助け合っていかなきゃね。私の提案を聞いて、明美はアキラを見た。アキラの顔は相変わらず険しいままだ。そんなアキラに、明美は猫なで声ですり寄っていく。ねえ、アキラさん、慰謝料払って。私払えない。しかし、アキラは、そのお願いを聞き入れることはなかった。俺、明美に買ってやったカバンとかで金ないんだよ。借金しないと払えない。すると、明美の表情は一変。アキラの腕を振り払い、怒鳴り始めた。はあ？何言ってんの？金があると思ってすり寄ってたのに騙された。明美は金が目的だったのか。
だからといって浮気をしたのは変わりがない。しっかりと慰謝料を払ってもらわないと気が済まない。なあ、慰謝料とか養育費とかふざけてんのか。こっちはこっちで大変だって言っただろうが、俺の嫁だったならそのくらい気使えよ。残念、もう私はあなたの嫁ではありません。拒否してもいいけど、結局は法廷で争うことになるわよ。私が忠告のつもりで法廷という言葉を出すと、アキラは黙りこくってしまった。やっと自分のしでかしたことの重大さが分かったのだろうか。それとも自分の部長という立場がなくなってしまうかもしれないのが怖いのだろうか。どちらにしろ、もういい大人なのに世間知らずすぎて笑えてくる。話し合いの場となっていたリビングには微妙な空気が漂っていた。そんな中、耐えきれなくなったのか明美が、もういや、こんなみっともないおじさんと結婚するんだったら私一人で子供育てていくんだから、と言って家を飛び出してしまった。明美、新しい奥さんに逃げられちゃったね。どんな気持ち？私が煽るようにアキラに質問してみると、アキラはまんまと煽りに乗っかってきた。そしてあまりにも身勝手なことを言ってきた。お前のせいで振られただろうが、どうしてくれるんだよ。私のせいなの？そうだよ、お前が変に更新所使わなければこんなことにはならなかった。すべてアキラ自身の行動が招いた結果なのに、私のせいにされるのは腹が立つ。さらに、どうせ稼いでないくせに子供が育てられるのか、見栄を張るのも大概にしとけよ、と怒鳴ってきた。気づいたら私はアキラに向けて今までの鬱憤を吐き出すように怒鳴っていた。あんたさ、自分のしてきたこと考え直しな。浮気相手を妊娠させた挙句、自分は悪くないってどういうこと？本当に頭悪いよね。もうあんたと同じ空気を吸っているのも嫌だ。私はアキラに対して怒鳴ったことはない。しかもここまで怒りをあらわにしたこともない。そんな私を見たアキラは驚いているようだった。そこまで言うことないだろう。あんたに言われてきたことに比べればこんなの大したことないわよ。いい年して自分勝手な性格なの恥ずかしいから改めた方がいいよ。アキラはついに何も言えなくなり、その場にへたり込んでしまった。そんなアキラを置いて家を出る準備をしようとした。リビングから出ると、そこには桃子がいた。私たちの話をすべて聞いていたのだろう。いつもは反抗的な目には涙が浮かんでいた。私はすぐに桃子に駆け寄った。桃子、大丈夫？ごめんね、変な話聞いちゃったよね。すると桃子は予想だにしないことを口にした。私も連れてってほしい。え？私についてきていいの？お父さんの方がいいんじゃない？あんなお父さん、もう嫌だ。桃子は私に初めて子供っぽいことを見せてきた。私にはその願いを断る理由はない。桃子がいいならと思い、一緒に連れていくことにした。結局、私とアキラは離婚した。そして、アキラとアキミの結婚の話もなくなり、アキラは独身になってしまったそうだ。私としてはアキラが独身になろうが関係ないし、アキラにはすでに情はない。正直なところ、しっかりと慰謝料と養育費を払ってもらえればそれでいい。弁護士を通してお金の話をした際、アキラはだいぶごねていた。こんなの払えない、お金がないんだ。何回もねぎろうとしてきたが、私だって払ってもらわないと困る。話し合いを重ねていくうちに諦めがついたのか、提示金額を支払ってくれることになった。一見落着ではないが、話はついたので一安心だ。諦めたような表情のアキラのことは一生忘れないだろう。その後、私は新しい家を借りてシングルマザーとして生活している。桃子は私たちが離婚してからすっかりおとなしくなった。夜遊びもしないし、大学にも行く。やはりあの環境がダメだったのかと思い、安心したのと同時に申し訳なくなってしまう。これからは桃子にも息子にも親として愛情を注いで、
幸せな家庭を築いていこうと頑張っている。ずっとずっと嫌われてきた。それでも耐えてきた。だって私は母親だから。母親には子供が巣立ちを迎えるまで守る義務があるのだと、そう思っていたから。どちら様ですか？だから、サトシが高校卒業を迎えたこの日、私は家族を捨てた。だって、ずっと頑張ってきた。どれだけ嫌われても、どれだけ嫌がられても、母親だから、嫁だから、子供を守る義務があるからと、そう言い聞かせてきた。でもそんな日々も、もう終わり。私は家族から解放されて、自由を得るのだ。電話の向こうのサトシは、唖然としているようだ。これまで、言われっぱなしだった私が、こうも反撃したのは初めてだから、どうしたものかと悩んでいるのだろう。でも、もう関係ない。だって私たちは、家族じゃないんだから。私の名前は、佐々木真理子、45歳の専業主婦だ。夫の祐介と、長男のサトシと、3人で暮らしている。サトシは18歳で、今年、高校卒業を控えている。そのことは、本来なら、喜ぶべきことなのかもしれないが、私は、素直に喜べずにいた。その理由は、サトシの態度だ。おい、ババア、俺のシャツがないんだけど、どこにあった？まさか、盗んだんじゃないだろうな。ある日、リビングで洗濯物をたたんでいると、サトシから、そう声をかけられた。カゴの中を漁ってみると、サトシのシャツがあったので、ごめんなさいね。はい、どうぞ。と渡すと、サトシはまるで怒りを示すように無理やり奪い取った。ほんとどんくさいよな。俺が寝てる間にシャツを入れておくことくらいできないの？わざわざババアに声かける手間を増やすなよ。ごめんなさいね。さっき取り込んだばかりだったの。サトシの言葉はトゲトゲしていて胸をえぐる。私はそれに反論せず頭を下げることしかできなかった。その態度に満足がいったのか。次俺を怒らせたら承知しないから、次こそあんたを家族から追放してやる。と言い残して、自室へと戻っていった。サトシの態度が悪くなっていったのは、今から13年前だ。サトシがまだ5歳の頃だった。ある日突然、私のことをババア呼びしたサトシ。それは良くない呼び方だから、直そうね、と言っても、サトシの口調は日に日に悪くなっていくばかりだった。サトシも男の子なのだから、そういう時期なんだろう。俺にもあったさ。ユウスケに相談すると、そう言われた。確かに男の子なら、アニメなどに出てくるちょっと悪めのキャラクターに憧れて、口調を真似し出すこともあるかもしれないと思ったので、時々注意しつつ、無理やり強制はしないようにして、サトシの成長を見守ることにしたのだ。だけどその結果、サトシの態度は日に日に悪くなっていくばかりだった。いつの間にか私を、ママではなく、ババアと呼ぶのが普通になり、ありがとうを言うより、罵声を浴びせることの方が多くなった。家族として、まともに会話ができる時なんて、なくなってしまった。そのまま月日が流れ、今じゃサトシも18歳。高校卒業後、大学に通うという話も、3日前にサトシとユウスケが話しているのを盗み聞きする形で知った。進路のことすら、私には全く相談してくれなかったのだ。でもそんなサトシも、ユウスケだけは頼りにしているようだった。サトシとユウスケはずっと仲がいいし、二人で出かけているところもよく見かける。やはり男同士、絡みやすいところがあるのだろうか。私だって、
サトシに家族として扱われたかった。ずっと家族らしく暮らしていたかった。それができなかったことが胸に重くのしかかって辛くてたまらなかった。私を邪険に扱うのはサトシだけではなかった。ユースケもまた私を嫌ったのだ。それにしてもお前は本当にどんくさいな。見ろ、そこに埃が溜まってるぞ。それくらいちゃんとやってくれないか。専業主婦だろ。サトシの態度が悪くなってきた13年前からユースケも私への態度を改めるようになった。もちろん悪い方向に。私が何か一つでもできていないと、こうやってどんくさいだとか専業主婦の仕事ができていないとかひどい言葉を浴びせてくるようになったのだ。もともと結婚してから私たち夫婦はそれぞれ家事を役割分担していた。専業主婦だからって全ての家事をやらなければいけないわけじゃないと、ユースケはそう言ってくれたのだ。サトシが生まれてから子育ての大変さを知った。思い通りにいかない時の方がずっとずっと多かったし、その度にひどく落ち込んだ。最初こそユースケは子育てに積極的だったが、だんだんと子育てに介入しなくなってきて、それにつられるように家事すらやってくれなくなってしまった。相談すれば話こそ聞いてくれるが、それはすべて私の頑張りが足りないということを暗に示していた。だからユースケに相談したところで私の心のモヤが晴れることはなかった。掃除の一つもまともにできないとは、本当に何年やっても嫁として成長しないな。学習能力がないのか。ごめんなさい、ごめんなさい。頑張るからどうか許してちょうだい。頑張ってもできないからこうやって叱られるんだぞ。頑張る頑張る言っておきながら改善されたことなどないじゃないか。ユースケの言葉は心に重くのしかかった。サトシとうまくやっていけないだけでも大きなストレスなのに、ユースケすら私のことを嫌って嫁として家族として見てくれていないのだと実感すると、その場に崩れ落ちてしまいそうな気持ちになった。そのまま13年間耐えてきた。どれだけ心が折れそうになっても、私は母親であり嫁だ。それならばちゃんとやるべきことはやり遂げなければならないと、今にも限界だと悲鳴を上げる心に鞭を打って、どうにかこうにか頑張ってきた。あまりにも疲れすぎて体が動かなくても、それでも無理やり立ち上がってやってきた。そうでもしなければきっと私は本当に何もできなくなっていた。何もできなくなってしまえばきっともう二度とユースケとサトシには必要とされないだろうという恐怖もあった。そうやって過ごしていくうちに、サトシの高校の卒業式の日が近づいてきた。ただその日付を知ったのは卒業式当日の3日前だ。そういえば式典用のスーツはどこにしまっていたっけ。ある日家事をしているとユースケからそう声をかけられた。卒業式も近いものね。でもまだ日付を知らないの。まだ発表されてないのかしら。私の言葉にユースケは、そうか、サトシから聞いていなかったんだな、と哀れみを含んだ視線を向けられる。ユースケは1週間前にサトシから卒業式の日取りを聞いていたというのだ。また私だけ仲間外れにされてしまった。その現実が辛く思えたが、この13年間毎日のことだったので仕方がない。それでもうまく立ち直ることができず下を向いていると、今日は学校が休みだったサトシが自室から出てきた。おいババア、なんだよこの空気は。親父にまでその陰気臭さを移すんじゃねえよ。そう言ってサトシは私を睨みつける。でもそもそもそんな空気になったのはサトシのせいだ。サトシがちゃんと卒業式の日取りを私にも教えてくれれば、こんなことにはならなかった。
卒業式3日後なんですってね。私には教えてくれなかったみたいだけど。サトシを責める気持ちを込めてそう問いかけると、サトシはまるで面倒くさいとでも言うかのようにその場で大きなため息をついた。だからなんだよ、どうせババアは卒業式に来ないんだから日付なんて知らなくてもいいだろうが。サトシの言葉に思わず、えっと首をかしげる。なんで？卒業式に行かないなんて一言も言っていないじゃない。私がそう問いかけると、サトシは、いや来るな、陰気臭いババアが来たらみんなの笑われ者になるだろ。俺の晴れ舞台をわざわざぶっ壊されるなんて耐えられない。その言葉にぐらりとめまいがする。確かにこれまでサトシは入学式や卒業式に私を呼んでくれることはなかったけれど、日付が分かれば絶対に出席したし、サトシの門出を心から祝ってきた。たとえ家族として扱ってもらえなくても、それだけはずっと続けてきた。なのに今回は卒業式に出席することすら許してもらえない。来るなというサトシの言葉が胸に突き刺さった。私は本当に邪魔者でしかないのだとサトシの口からはっきりと言われてしまったのだ。あまりの言葉に思わず息を呑んだ。そしてそれと同時に、私の心はもうとっくの昔に限界を迎えていたのだと身をもって知ることになった。だから私は家族であることをもう終わりにしようと決めた。やがて訪れたサトシの高校の卒業式。どうやらユウスケはサトシに来てほしいと言われていたようで、式典用のスーツを着て二人で家を出て行った。私は結局置き去りにされてしまった。今までの私ならその事実にへきへきしつつも何もできず泣き寝入りしていたところだろう。だけどその日々も今日で終わり。二人が家を出てすぐに私は荷物をまとめて家を出た。行き先は実家だ。もうこれ以上サトシやユウスケの家族として生きていくことはできないと確信した私は、実家で羽を休ませながら二人との縁を切るための準備を進めようと考えたのだ。家には書き置きを残しておいた。離婚を考えていること、家族としての縁を切り一人で生きていきたいこと、詳しいことは弁護士を通して話をしてほしいこと。3日の間で頼れる弁護士を見つけるのは本当に骨が折れた。その他にも私がしなければならないことはたくさんあった。それは家の売却をする準備だ。実は私たちが住んでいた一軒家は私が父から譲り受けたものだ。父はとある業界でかなり名が通っている資産家で、別荘として何軒も建物を所有していた。私たちが結婚するとき、父は結婚祝いだとその別荘のうちの一軒を譲ってくれたのだ。つまりあの家の所有者は父であり、私でも祐介でもないということ。さらに父は私のためを思って家を譲ってくれたので、その私がここまで追い詰められたと知れば、じゃああの家はいらないなと売却することをあっさり決意したのだ。書き置きには、家は売却されるから必要な荷物はちゃんと持って行って、1週間以内に出て行ってねということもちゃんと書いておいた。父はそんな私を親切だなと言っていたが、後から聞いていないなどとイチャモンをつけられたら、それこそたまったものではない。とりあえずしばらくは実家で過ごすこと、そして家族との縁を断つことと並行して新しい仕事や家を探すことにして、しばらくは家族につけられた傷を癒すため実家で療養すると決めた。正直ここまでするのにとても勇気がいった。話を聞いた父が顔を真っ赤にさせて、私の娘をそんな風に扱うとはと憤ってくれたからこそここまで踏み切ることができたのだと思う。父様様だなと再度実感した。とりあえず
今日はいろいろあったからと実家にてあてがってもらった部屋でのんびりしているとスマホがけたたましく鳴り響き着信を告げた。誰からなのかおおよそ分かっていたが念のため確認するとそこにはサトシの文字。やっぱり私がいなくなったこととあの書き置きのことで連絡してきたのだろうか。正直に言ってもう話したいとは思えない。だってサトシは約13年間の間一度も私のことを母さんとは呼ばなかったから、ずっとババアと呼ばれ続けてきた。家族として扱わない時間を過ごしてきた。そんなサトシの相手を今更しようと思えるほど心が広いわけではないのだ。それでも過去の清算はつけなければならない。このまま逃げ続けて終わりでは私もきっとすっきりしないままこの先を生きることになる。散々の扱いを受けたのだからその仕返しはたっぷりとしてやらなければ。おいババア、今どこにいるんだ。あんなふざけた書き置きを残して許されると思ってるのか。今どこにいる。今すぐ家に帰ってこい。電話に出ると挨拶もそこそこにサトシはそう声を張り上げた。その声色は焦りがにじみ出ていてどうやらパニック状態になっているようだった。まあそれも無理はない。だって卒業式から帰ってくればこれまでババアと罵り続けた女がいなくなり、代わりに残された書き置きには家を売却することなど散々なことが書かれていたのだから。門出の日を台無しにされてサトシも納得がいかないことだろう。サトシの焦り具合に思わずくすっと笑みがこぼれてしまうが、サトシはそんなことに気づく余裕もないのか電話の向こうで怒鳴り散らしている。そんなサトシに私はこう返した。どちら様ですか？え？私の言葉が理解できない様子のサトシ。しかしほどなくしてサトシはクスクスと笑い出した。お粗末な演技だな。そうやって俺を陥れるつもりなのか？悪いけどどんくさいババアには無理だと思うぜ。家族に頼らないと生きることすらできないゴミのくせにつまらない意地を張ってるのはやめろよ。あまりの言い草にカチンとくるが、その声色がわずかに震えていることにも私は気づいた。そんなことをのたまっているが、サトシはサトシで余裕がないのだ。私を罵ってひどい言葉を浴びせて、そうやって焦らせて連れ戻そうとしている。それがすぐに理解できたからこそ私は努めて冷静にサトシに返してやることにした。私には家族はいませんけど。ああ、両親と兄はいますよ。でもあなたは私の家族じゃありませんよね。何言ってんだよ。俺と父さんはあんたの家族だろ。頭がおかしくなったのか。ですから私には家族はいませんけど。サトシにどれだけ言われても他人扱いを続ける。サトシもユウスケも私の家族じゃない。だって家族なら私をあんな風に扱ったりしないはずだ。家族とは手を取り合い助け合うものだ。家族の一員が困っていたらそれを支えるのが家族の役目だ。サトシとユウスケはそれを怠った。私という家族を13年間にわたってないがしろにし、そしてそれは当然のことだと曲がった主張をし続けてきた。よく13年もの間持ったなぁと自分でも思う。でもそれはサトシという子供を産んだ義務感からだった。たとえ家族扱いされなくても私がサトシを産んだことは変わらない。血縁上母親にあたることは揺るがない事実だった。だから高校卒業まで待ってやることにした。高校を卒業し巣立った時こそ私がサトシを切り捨てても許されるべき時だと言い聞かせてきたのだ。本当なら卒業式の時までにサトシが私への態度を改めればその考えもやめて家族として歩んでいけたらなんて淡い期待を持ったりもしていた。けれどサトシはその期待に応えてくれなかった。卒業式の3日前のあの日の態度を思い出せばそれは明らかだ。だったら私だって叱るべき態度をとってもいいだろう。もうサトシは私の家族じゃない。だから
家族扱いしてやる義理なんてない。そのつもりでずっと他人扱いをしていると、ようやく私の行動の意図を理解したのか、サトシはさらに口を開く。いい加減つまらない演技をするのはやめてくれよ。俺と母さんは家族だろ、血を分けた親子じゃないか。だから頼むよ、俺の話を聞いてくれ。あの書き置きはなんだ、家を売るって本気なのか。そんなことないよな、だって母さんは俺たちの家族だから。家族じゃありませんけど。そんな。どうやら家を売却されると聞いて、それを不安に思っているようだ。でも私はあんな書き置きを残してきたくらいには本気だ。たとえサトシにすがられたところで、その意思を曲げるつもりはさらさらなかった。頼むから冗談だって言ってくれよ。あの家がなくなったら俺たちはどこに住むんだ。俺なんてあの家がじいちゃんのものだなんて知らなかったんだ。てっきり親父の持ち物なんだと思って。何のことかわかりません。悪いですが、もうかけてこないでもらえますか。冷たい態度を一貫する。どんなにすがられてももう甘やかしてなんてやらない。その覚悟で他人のふりを続けていると限界を迎えたのか、親父に代わる。そう言われて電話の向こうでサトシがユウスケを呼ぶ声がした。それからしばらくしてユウスケが電話越しに声をかけてきた。マリコか、今どこにいるんだ。あんな書き置きを残して今すぐ帰ってこい。ユウスケの声色は怒りに満ちている。それほどに私のしたことが許せなかったのだろう。何も言えず黙っていると、ユウスケはさらに言葉を続ける。舐めた態度を取るのもいい加減にしろ。家族にこんなことをして許されると思ってるのか。そう言って早口でまくし立ててくるユウスケ。その向こうではもっと言ってやってくれというサトシの声も入っていた。二人はどうやら私が思っているよりも怒っているようだ。だがそんなことはもう私には関係ない。だって私はもう家族じゃないんだから。いい加減にして、家族じゃないって言ってるでしょ。13年間も家族扱いをしてこなかったくせに今さら家族として振る舞えなんて無理に決まってるじゃない。自分が思っているよりもきつい声が出た。それほどに二人の身勝手すぎる行動が許せなかったのだ。私だって二人と家族になろうと頑張ってきた。だけど二人は13年間にわたって私を家族扱いしてこなかった。私だけ仲間外れ。それがどんなに寂しく苦しいことだったか。私だって家族扱いしてほしいと何度願ったことか。その願いが叶うことはついぞなかったが、諦めることだってなかなかできなかった。私は13年間も我慢してきた。どうにか家族としてやっていこうと、サトシの母親として頑張っていこうと、ずっと努力し続けた。その結果がこのざまだ。自分でも笑い出してしまいそうな無様な結果に乾いた笑みが漏れた。私の気持ちを二人は尊重してくれなかった。受け取ってくれなかった。私がどれだけ二人のことを思っても、二人は私のことを思ってくれなかった。私が二人を大切にしても、二人は私を大切にしてくれなかった。そのくせ、こうやって自分たちに不都合ができてしまえば、家族だからなんて思ってもないことを言って、私を連れ戻そうとする。あまりの都合の良さに吐き気すら覚えた。なんでこんな人たちのために、13年間も我慢し続けてしまったのだろう。たとえ母親としての責任を感じていたからって、ここまでボロボロにされていい理由にはならないはずなのに。自分に優しくあれなかったことにすら後悔してしまう。もっと自分に優しくできれば結果は変わったのだろうか。もしかしたらサトシやユウスケと理解し合い、幸せな家族としてやっていけた未来があったのかもしれない。でもそれはあくまでもしかしたらの話であって、もう今の私たちにはそこに至る未来なんて絶対にありえない。なぜなら私はもうサトシやユウスケに対して何も期待できないから、信用できないから。たとえ今
家族としてやっていきたいと頭を下げられたところで、私は絶対に二人の手を取らないし、一緒に頑張っていこうとも絶対に思わないだろう。いい加減にして、私はもうあなたたちの家族じゃないの。他人なのよ。13年間も他人扱いしてきたくせに、今更何？家族だから帰ってこい？話し合おう？いいよって言ってもらえると思ったの？おめでたい頭ね。そんなわけないじゃない。勢いに任せて言葉が出る。以前までの私なら、波風が立つことを恐れて口にできなかった言葉。それが次々と溢れ出てきて、自分でも止められなかった。それは。言い訳なんて聞きたくないわ。もう、あなたたちのどんな言葉も信用できない。これから先も家族としてやっていこうなんて絶対に思えない。さっさと離婚届を書いて、出しに行くのが嫌なら、私が出しに行くから郵送して。それと、早く家から出て行って、他人にまで迷惑かけないわよね。だから、言い訳はやめて、さっさと支度しなさいよ。往生際が悪いわ。さよなら。早口に、思うままにまくし立てた。ユウスケが何かを言おうとしても、遮って。だってもう、ユウスケやサトシの言葉なんて聞きたくなかったから。言いたいことを言い終えると、そのままの勢いで電話を切る。ユウスケが、待ってくれ！と言っていたが、無視してやった。それからユウスケやサトシから鬼電がかかってきたが、それも一切出ず、着信拒否をした。すると、実家の電話が鳴り響いたが、それも両親の許可を得て、ユウスケやサトシからの電話がかからないようにした。こうして、ようやく私は、13年間も辛い生活を強いてきた家族だったものと、縁を切ることができた。それでも、友達との人脈を使ったりして、二人は私とコンタクトを取ろうとしたが、その度に私は、二人から逃げるように身を隠し続けた。その後、ユウスケとの離婚が成立した。ユウスケは何度も離婚したくないとごねたが、離婚調停まで行くともう無理だと悟ったのか、抵抗せず離婚届にサインしてくれた。家は父のものだったので売却し、二人には出て行ってもらうことになった。友人に聞いた話によると、私との一件を経て二人は喧嘩が絶えないようになってしまったそうだ。ユウスケは、家計の管理が一切できず、サトシの学費を滞納してしまい、サトシはそのせいで、せっかく勝ち取った進路を手放すことになってしまった。そのため、サトシは進学するのをやめて働きに出ることになり、ユウスケは自分のしてしまったことへのショックで仕事を辞め、二人で暮らしているボロアパートに引きこもるようになってしまったらしい。二人は今も私を探しているようだが、私は未来永劫、二人の前に顔を出すつもりはない。一方の私は、あれから無事に働き口を見つけ、実家を出て生活している。結婚前に事務員として働いていた経験があったからか、新しい職場でもうまくやっていくことができている。それから間もなくして新しい家も見つけ、これまで散々お世話になった両親に頭を下げ、引っ越した。実家から、さほど距離が離れていないマンションの一室。新しい私の家で今は幸せに暮らしている。はっきり言って家族に対していい思い出がないので、しばらくは家族と言えるような存在はいらないなと思っている。一人でも今の時代は十分に生きていけるのだから。今は一人きりでのんびり生きていこうと思う。苦痛に満ちた、がん治療のための入院生活。食べたいものも、ろくに食べられない私の辛さを、少しでも理解してくれたのか。ケンジが、一人前、10万円はすると有名な、高級寿司を差し入れしてくれた。けれど私は、その中身を見た途端、血の気が引いた気持ちになって、お寿司をすべて、ゴミ箱に捨ててしまった。なんてことを、ケンジさんに謝罪しろ。その場にいた父が、私をそう叱りつけた。だけど私は、何も悪いことはしていない。あんなものを食べたなら、私はきっと。
そう考えると怖くてたまらなくて、同時にそんなものを差し入れたケンジの正気を疑った。ケンジは本気で私を妬ましく思っているのだ。だからこんなものを差し入れたのだ。ケンジからすれば私はただの邪魔者なんだ。だったら別に家族でいる必要なんてない。そう決意した私はケンジを切り捨てるための作戦を練った。私の名前は佐々木優子、40代の専業主婦だ。夫のケンジと二人で暮らしている。私たちの家は実家に近い位置にあって、両親とはそれなりに交流していた。特に父はケンジのことを気に入っていて、休日はゴルフに連れて行ったり、美味しい食事を食べさせてくれたりと、至れり尽くせりだ。だけど、私とケンジの関係は、はっきり言っていいとは言えない。なぜなら、ケンジは亭主関白な性格で、外に出て働いている自分と、家で家事をしているだけの私で、立場に優劣をつけてしまっているからだ。具体的に言うと、例えば、嫁は夫を敬い、いつも下手に出ていなければならないと言われ、ケンジの言葉に反抗することを許してもらえなかったりとか、食事一つするにしても、たとえケンジが残業で遅くなっても、先に一人で食べることは絶対に許されず、どんなに遅い時間になったとしても、ケンジに先に食べさせ、私は後から食べなければならないという、意味不明なルールを強いられたりとか、とにかく何でもかんでもケンジを優先に第一にとしなければならなくて、そのルールがとても窮屈でたまらなかった。ねえ、やっぱり夫婦は対等であるべきよ。だからそのルールはちょっと改めない？ケンジが課してきたルールに理不尽さを感じてそう訴えたこともある。しかしケンジは私がそうやって立てつくといつもいい顔をしなくて。嫁が夫に逆らうとは何事だ。お前は嫁なんだから亭主である俺に逆らう権利なんてないんだ。と言って大声で叱りつけてきた。義両親に相談したこともあったが、義両親はケンジ側の人間で、ケンジは外で稼いできているんだから、それくらい我慢なさい。と言われてしまったので、頼りにならない。さらに厄介なのは、ケンジは私に対してそんなひどい態度をとるが、両親の前では猫をかぶり、仲良し夫婦を演じようとするところだった。実際に、両親の前で亭主関白な様子を見せたことは一度もなく、夫婦は対等なものですから、これからも、支え合っていきたいです。みたいな、いい人そうな言葉を言って、父も。ケンジさんに任せるなら、安心だな。と、信頼を寄せ切ってしまっている。そんな両親に、ケンジの本性を打ち明けたところで、信じてもらえるとは限らない。むしろ、ケンジをけなし始めた私のことを、軽蔑されてしまうのではないかと思うと、怖くてたまらなくて、結局、相談できずにいた。長い間、たまりにたまっていく、ケンジへのストレス。専業主婦である私には、ストレスを解消する手段も、そう多くはない。気晴らしに、買い出しに出かけたりもするが、結局買うものは、生活に必要なものばかりで、私がケンジの嫁であることをありありと理解させられるだけだった。正直に言って、ケンジの嫁でいることに嫌気がさしていた。だけど、離婚できるほどの度胸はなかった。どうにか我慢を続ければ、いつかは丸く収まるかもしれないと、期待していたところもあったかもしれない。そんなある日、大きな事件が起こった。めまいがして倒れてしまったのだ。その場にいた父が
すぐに救急車を呼んでくれて、私は病院へ運ばれた。そして2日間の検査入院を経て、その原因が明らかになったのだ。検査の結果、私は癌であることが分かった。幸いにも早期発見することはできたが、やはり治療は必要だ。癌の治療といえば、ひどい苦痛に襲われることで有名だ。正直に言って、怖くてたまらなかった。それでも、放置してしまえば、体のあちこちに転移し、命を落としてしまうかもしれない恐ろしい病だ。このまま放置しておけば、たとえ早期発見できたとはいえ、命の危機に瀕してしまうし、治療しないという選択肢はなかった。父に頼んで荷物を持ってきてもらう手はずを整えつつ、ベッドが空いているとのことで、その日のうちから入院することに。仕事中であろうケンジにもメッセージを送ったが、了解の一言しか返ってこなかった。嫁が癌になったというのに、あまりにも冷たすぎる反応。癌になってしまったということが判明したからなのか、その反応が切なく思えてたまらなかった。けれど、これから先は大変なことがたくさん待っているのだから、そんな小さなことで落ち込んでいられない。気をしっかり持って頑張ることにした。それからは本当に苦痛の連続だった。治療は私が想定していたよりも辛いものだったのだ。だけど、それよりも悲しいことがあった。ケンジは私が入院してから一度も見舞いに来ていなかった。私がこうやって治療で苦しんでいると知っているはずなのに、頑張れの一言も、ゆっくり休めのねぎらいの言葉も、ケンジは一切かけてくれなかった。病気の時というのは心細くなるものだ。亭主関白で、いつでも自分のことを優先してばかりだとしても、ケンジは紛れもなく、私が結婚したいと思って結婚した人。それなのに、病気で苦しんでいる中で、一度もケンジの顔を見れず、メッセージでのやりとりもないとなれば、寂しくてたまらなかった。こちらからメッセージを送ったことも何度かあったが、それらはすべて既読無視。それほどに私はケンジにとってどうでもいい存在なのだろうか。そんな考えが頭によぎってしまえばもうダメだった。私の心は日に日に参っていった。父は詳細は知らずとも、憔悴しきっていく私を心配して結構な頻度で見舞いに来てくれたが、それでも寂しさは埋まらなかった。寂しい毎日を送っていたが、それでもなんとかやっていけていた。そんなある日、ケンジから珍しくメッセージが送られてきた。差し入れを送った。たったそれだけの言葉だったが、嬉しくてたまらなかった。差し入れ。つまりケンジはわざわざその差し入れを買って、私のいる病室へと送ってくれたということなのだ。父に知らせると、よかったじゃないか、と笑ってくれた。差し入れが届くのを楽しみにしながら過ごした。その日は、父が見舞いに来ていた。体調もかなり良くなっていて、病室で歓談していると、ドアがノックされた。どうやら、ケンジからの差し入れが届いたようだった。もうこの時には、病院食以外にも口にしていいと医師から言われていた。おそらく父からその話を聞いたのだろう。ケンジから届いたのは一人前で10万円はすると有名な高級寿司だったのだ。よかったじゃないか。ゆっくり食べなさい。高級寿司が届くなり、父は愛されているじゃないかと、まるで自分のことのように嬉しそうにしていた。私も嬉しくてたまらなかった。だけど、開封し、中身を見た瞬間、
そんな喜びは失われて絶望に染まる。私は怒りのあまり、その皿に手をつけず、そのままゴミ箱に捨てたのだ。一瞬、父は何が何だかわからないといった顔をしていたが、平静を取り戻すと、顔を真っ赤にして私を叱る。なんてことを、ケンジさんに謝罪しろ。確かに一見すれば、夫からもらった差し入れを手をつけることなくゴミ箱に捨てた私は異常だろう。何も知らない父が怒るのも納得がいく。だけど私には皿の中の寿司に手をつけることはできなかった。それほどまでにケンジから送られてきたものはひどいものだったのだ。ケンジはそれほどまでに私のことが嫌いだったのだろうか。私のことが邪魔で邪魔で仕方がないからこんなものをわざわざ送りつけてきたのだろうか。だとしたらかなり陰湿で腹が立つことだ。もうケンジへの期待とか愛情とかそういうものは冷めていった。亭主関白でも私のことを心配してくれなくても、それでも夫婦として手を取り合っていけたらと考えていた私はもうここにはいない。ここにいるのはあまりにも身勝手なわがままを繰り返すケンジへの復讐心に燃えた私だった。お父さん、本気？お寿司の中身確認した？私はそう言ってゴミ箱を持ち上げて父へと向ける。父はその仕草に一瞬怪訝そうな顔をしたが、ゴミ箱の中身を見るなり目を見開いた。ゴミ箱の中には私が先ほど捨てた寿司の皿が入っている。中身が見えるように捨てたので、その中に何が入っていたのかも一瞬で気づくことができる。皿の中にはゴミがたっぷり入っていた。くしゃくしゃに丸められたチラシだとか、食べ終わったお菓子の袋だとか、空き缶とか、とにかく食べられるものは一切入っていなかった。これをどうやって食べたらいいの？私にはとても食べ物だとは思えなかったけど、私がそう言うと父は顔を真っ青にさせる。わかっている。父のいた位置からはきっと皿の中身をちゃんと見ることができなかったのだろう。だけど実の娘のことを信用せず、その割には血もつながっていない他人であるケンジのことは手放しで信頼して、ケンジならちゃんとしてくれると見舞いに来ないのだってケンジなりの考えがあると言い張り、私の心に寄り添ってくれなかった父への反抗心もあった。これは。だけど皿の中身をちゃんと見せてやれば、さすがの父も現実を実感せざるを得なかったのか、気まずそうに下を向く。まるで見せつけられた現実が受け入れられないとでも言うかのようなので、さらに私は言葉を付け加えてやった。あのね、お父さん、ケンジはずっと前からこんな調子なの。夫だからって威張りっぱなしで私のことなんて気にしてくれない。私は嫁だから夫より偉くなっちゃいけないんですって。何事もケンジ優先で動かなきゃいけないって毎日言われてきたわ。こうやって体を壊してもケンジは一度もお見舞いに来ていないの。きっと嫁よりも自分の生活を優先するべきだと思ったんでしょうね。今頃遊び歩いているのかもしれないわね。私の言葉に父が「そんな」と絶望したような顔を浮かべる。そんな父に追い打ちをかけるように私はさらに言葉を続けた。それでも私はケンジと夫婦でいようって頑張ってきたの。その結果がこのざま。ねえお父さん、それなのにケンジの肩を持つ理由って何？ケンジは私をあなたの実の娘を裏切り続けているのに、それでも味方でいようとするのはどうして？なんで娘である私のことを信じてくれないの？その言葉で父は黙り込む。
そして覚悟の決まったような目で言う。すまなかった。この落とし前は私がつけよう。そう言って父は病室を飛び出していった。その背中が頼もしく思えた。父は変わってくれた。きっといい方向に。父に任せておけば、ケンジはきっとそれなりに痛い目を見るだろう。これまで手玉に取っていた相手に反旗を翻されて焦るかもしれない。ケンジの姿を想像すると笑みがこぼれてたまらなかった。それからしばらくして父が病室に戻ってきた。しかし一人では戻ってこなかった。父はケンジを引っ張って連れてきたのだ。記憶が正しければ今日はケンジは休日だったはずだし、家でくつろいでいたところを無理やり連れてきたのだろう。ちょっとお父さん、いきなり何ですか。有無を言わせず無理やり連れてこられたのか、事情を全く知らないケンジは父に対して反抗的な態度だ。それに納得がいかなかったのか、父は怒りに満ちた顔を隠しもせず、ケンジをその辺にあったパイプ椅子に座らせると、ゴミ箱をその場でひっくり返し中身をばらまいた。そこにはケンジが差し入れした寿司の皿やその中身も入っていた。それを指差し父が言う。これは一体どういうことだ。人様の娘にゴミを差し入れするとは、いい度胸じゃないか。父の言葉にケンジはバレたとでも言うかのように顔を真っ青にさせ、首を横に振る。何かの間違いじゃないですか。俺は間違いなく美味しい寿司を送ったつもりですが。この後に及んでしらばっくれるなんて本当にずるいと思う。ケンジへの怒りで頭が真っ白になる。そんな私にケンジはにこやかな笑みを向け、お前からも何か言ってくれよ。これは間違いなんだって。お前ならわかるだろ。と、威圧感たっぷりの声色で言ってきた。これまでの私だったら、そんなケンジの声色に怯え、勘違いだった、なんて言って逃げようとするかもしれない。これまで、ケンジの言いなりになってばかりの夫婦生活だった。逆らえば、ケンジは激高し、私のどんな行動も否定してくるので、それが怖くてたまらなかったのだ。だけど今の私には父がついている。父がこの場にいるのだから叱られることを恐れなくていい。私は首を横に振り、いいえ、間違いなんかじゃないわ。これは間違いなくケンジから送られてきたものよ、ときっぱりと言い放った。私の言葉が意外だったのか、ケンジはえ?と声を上げる。そしてさらに、何を言っているんだよ。俺がお前にこんなものを送るはずがないだろ。きっと何かの間違いだ。そうだ、視野が間違えて。これまで言いなりになりっぱなしだった私が、ここに来てケンジの言葉に従わないなんて予想できていなかったのだろう。焦ったように言い逃れをするケンジに、父は、はあ、と盛大なため息をつき、いい加減にしないか。罪から逃れようとしたって無駄だ。私はもうお前の言葉に騙されたりしないぞ、と言い放った。そんな父にごまをするような態度でケンジが言い訳をする。お父さん、これは違うんです。本当に勘違いで、よく考えてくださいよ。俺が娘さんにこんなひどいことをするような最低な人間に見えますか。見えませんよね。これまでだって幸せな夫婦生活を送ってきたんです。それなのにこんなものを送りつけるなんて絶対にしませんよ。いつも俺によくしてくれるお父さんなら分かってくれますよね。ケンジのあまりにも都合が良すぎる言葉に笑ってしまいそうになる。ケンジはどうにかして父からの信頼を取り戻そうとしているけれど、父の中にはもうすでにケンジへの信頼なんて残っていないし、
どれほど言葉をかけたところで無駄だ。だけどケンジはそんな簡単なことにすら気づけていないようだった。私がクスクスと笑い出すと、ケンジが、なんで笑ってるんだと怒りを隠しきれない口調で問いかけてきた。そんなケンジの態度にまた笑みがこぼれてしまう。いえ、あまりにも面白くて、こうなってもまだお父さんの信頼を取り戻せると思ってるの？おめでたい頭ね。私の言葉にケンジが顔を真っ赤にする。どうやら金銭に触れてしまったようだ。夫を舐めるのもいい加減にしろ。これまで何度も教えてきただろう。嫁は夫の一歩後ろを歩いて、どんな時でも夫を敬うものだ。それなのになんだその態度は。あろうことか夫を陥れようとするなんて、お前は嫁失格だ。勢い余ってひどい言葉を浴びせてくるケンジ。そんなケンジの姿を初めて見た父は唖然としている。ようやくまろび出た本性があまりにも愉快で仕方がなくて、ふふふっと笑いながら言う。本性やっと出したわね。私のその言葉にケンジが焦ったように、これはと言い訳をしようとしたけれど、出てしまった手前どう言い訳したらいいのかわからないのか、何も言えず口をつぐんでしまう。これまでずっと隠され続けたケンジの本音、それを聞いて父がどう思うのか、どう対応するのか、そんなもの天気を予報するよりも簡単に想像することができた。君には失望したよ。しんと静まり返った病室。誰も何も言葉を発さない中、父が重々しげに口を開いた。そんな父にケンジが、お父さん違うんです、これは何かの間違いで、と必死になって取り繕おうとするが、時すでに遅し、ケンジの本性を見てしまった父はもうケンジにはなびかない。君がもっと立派な人なんだって信じていたかった。娘はいい人と結婚できて幸せ者だって信じたかった。信じていたんだよ、君のことを。父は本当にケンジに信頼を寄せていた。ケンジが立派な人間で、私のためにいろいろと頑張ってくれていると思っていたからこそ、その絶望は計り知れない。私への態度はもちろん悪いものだった。到底許せるものではない。だけど父もまた辛いのだ。この人ならと信じて私を託した相手がこんなにもひどい人だったなんて、きっと父には想像できなかったのだろう。父の気持ちも私の気持ちも裏切られてしまった。ケンジは人の信頼を身勝手に利用して、自分の都合がいいようにして信頼に応えようとはしなかった。それがどれだけずるいことか、許されないことか、今の私には痛いほど理解ができた。ケンジは何も言わずうなだれている。これ以上言い訳をしても無駄だと理解しているのだろう。逃げるようなその態度にムカついて、何か言いなさいよ、謝罪の一つもできないの？と声をかける。しかしケンジは何も言わず首を横に振るばかり。まるで自分の肩を持ってくれない人たちには興味がないと言っているかのようで、余計に腹が立った。もう怒りが我慢できなかった。だから私はケンジの胸ぐらをつかみ声を張り上げる。なめた態度を取るのもいい加減にしなさいよ。私が、お父さんが今どんな気持ちなのかわかる？あんたのことを信じて私は結婚したの。あんたのことを信じてお父さんは結婚を許したの。それがこのざま、ここまでひどい裏切りをされて、この怒りはどこへやったらいいの？ちゃんと償いなさいよ。謝罪しなさいよ。心から詫びなさいよ。心からの叫びだった。
それこそ命を削るかのような。思い切り腹から声を出したせいか、むせてしまって胸ぐらをつかんでいた手を離してしまう。すると父が、大丈夫かと寄ってきて背中をさすってくれた。そんな父の力を借りつつ、私はまだ言葉を続ける。いい大人なくせに謝罪の一つもできないのね。あんた本当に大人？社会人？よく社会に出られてるわね。仕事に影響しないの？私だったらあんたみたいな社員雇いたいとは思わないけどね。本当になんでこんな非常識な人間が平気で会社に出て働けるのか。亭主面をして自分勝手な振る舞いばかりして迷惑をかけて、それでも謝ることすらできない、そんな人間なのに。あまりの怒りに震えていると、私の言葉に思うところがあったのか、ケンジが口を開く。俺の気持ちもわからないくせによくそんなことが言えるな。それは不満を示すような言葉。その言葉に一瞬首をかしげたが、だからといって納得がいかないのは変わらない。まるで被害者を気取るようなそのセリフに、何？と威圧的な声が漏れた。俺がどんな気持ちで毎日働いてるかも知らないで。私の声に答えるように苛立ちを含んだ声色でケンジが答える。ケンジ曰く、ここ数年仕事がうまくいっていないらしい。そしてそのストレスを自分で処理することができず、そのせいで私に当たってしまっていたそうだ。俺だって毎日毎日辛かったんだ。そりゃお前も辛かったと思ってるよ。でも俺も辛かった、しんどかった。それなのに俺の気持ちを考えないで、知りもしないでひどい言葉を浴びせてくるなんて最低だ。ケンジは勢いのままそう私を罵る。確かに仕事をしている以上ストレスはあるのかもしれない。でもだからって私に当たるのはお門違いだ。いい大人なんだから自分のストレスは自分で処理をしてもらわないと。こんなのはただの言い訳だ。社会人として大人としてできていないケンジが悪い。それなのに一方的にこちらを悪者にされて、余計に嫌な気分になってもはや何も言えなかった。そんな私をかばうように父が前に出る。言い訳はそれで終わりか。父の問いかけにケンジは、ええ、終わりですよ。俺が何を話してもあなたたちは聞き入れてくれないでしょうけどね、と投げやりな答えを返す。この時点で私たちに対して諦めに似た感情を抱いていることは明らかで、話し合いをする気がないことがよく分かった。話し合いをする気がないのなら帰ってどうぞ。でもこれ以上あなたと夫婦でいるつもりはないから、そのつもりでね。というとケンジは、お前みたいな人間との暮らしが終わるなら喜んで、と言い残して病室を出て行った。それから私たちは離婚することにした。退院した後、私は実家に帰り離婚のための準備をした。ケンジは抵抗せず離婚をしてくれたが、慰謝料を請求するとやっぱりなしとごね始めた。しかし私だってもう覚悟は決まっていたし、何よりこの数年間ひどい態度を取られ続け辛い生活を強いてきたケンジを許せない気持ちでいっぱいだったので、絶対に譲ることはせず慰謝料もむしり取った。その後のことは詳しくは知らないが、ケンジは慰謝料を支払うだけの財力がなく借金をしてしまい、今は借金苦に陥りながらなんとか生活しているそうだ。義実家に頼ろうと連絡したそうなのだが、義両親はこれまでのようにケンジの味方をせず、手のひらを返したかのように追い出されてしまったため、天涯孤独な生活を強いられているらしい。なんとか私と連絡を取ろうとしたようで、共通の友人などに事情を話し、私とのコンタクトを取ろうとしていたが、
まともな考え方をしている友人たちは、そんな事情があるのに、私と引き合わせることはできないと断ってくれたので、会わずに済んでいる。一方の私はというと、あれから無事にがんが完治したので、今は社会復帰している。父の勧めで、とある企業に雇ってもらい、事務員として働いている。新しい勤め先は、病気にも理解があって、時々体調を崩しても、遠慮なく休ませてくれて、体に無理なく働くことができていた。ケンジとの数年間は、辛い毎日としか言いようがなかった。けれど、それを乗り越えて今も生きている私なら、きっとこれから先、どんな困難があっても乗り越えられると、自分を信じている。たくさん迷惑をかけてしまった両親に、後悔しながら、これから先も生きていきたい。それは突然のことだった。父さんって今どこ？海外に住む長男からの突然の連絡。東京で単身赴任中だけど。私は機嫌に思いながらもそう答える。夫は3年前から東京で単身赴任をしていた。そのことを息子の光一も知っているはず。あえて今どこと聞くのにはそれなりの理由がある。その理由を聞いたとき、私は心の中でふつふつと怒りが湧き上がってくるのを感じた。私は前田由香、今年で55歳になる専業主婦。夫の義明は3つ年上の58歳。現在は東京で単身赴任中である。長男の光一も5年前に結婚して実家から出て独立しており、田舎の大きな家には私一人が住んでいる状態だ。この状態がもう3年も続いている。義明は建築関係の仕事をしており、若い頃から出張が多い人だった。どうしても義明でなければ進まない現場があるらしく、その度に長期的に家を空けている。3年前からは、とうとう単身赴任で東京へ行ってしまった。年齢のこともあり、一人で生活できるのかと心配だったが、案外何でも自分でできるらしく、不自由はしていないらしい。単身赴任先に行ってみたいと思う時もあるが、私は昔から乗り物酔いがひどい。酔い止めを飲めば大丈夫だよなんてみんな言うけど、そんなものは私には効かない。毎回遠出のたびに救急車を呼ぶような事態になったのは嫌な思い出だ。幼い頃の光一と旅行することもできなくて、申し訳ないと今でも思っている。そんな理由から、私は一度も夫の単身赴任先を訪れたことがない。何か問題があれば向こうから連絡があるだろう。それくらいの気持ちで毎日を過ごしていた。義明がいなくなっても充実した毎日を送っている私だが、寂しくないわけじゃない。単身赴任に行った1年目は毎日のように義明から連絡があった。一人残された私を心配して、戸締まりをちゃんとしろだの、火の元には気をつけるだの、いろいろと言ってきて少しうんざりしていた時期もある。しかし、3年目ともなると、夫からの連絡はさっぱりなくなった。こちらから連絡しても、返信がない時もある。ちゃんと生活費は振り込まれているし、心配をすることは何もないとは思うのだが、夫婦として声が聞きたい時もある。いつになったら東京から帰ってくるのか。毎回、電話で話すたびにその話題になるのだが、利明は曖昧な返事しかしてくれない。高一に相談したくても、長男夫婦は海外に住んでおり、なかなか時間を合わせての電話が難しい。それに、国際電話でいい年をした母親が、お父さんがいなくて寂しい、なんて言い出したら、対処に困るだろう。夜になってスマホの着信を確認したが、今日も義明からの着信履歴はない。今日はこちらからかけてみようと思い、義明の番号を選ぶ。時間は20時前。まだ眠るには早すぎる時間だ。呼び出し音を鳴らし続けても、義明は電話に出ない。12コール、呼び出し音を聞いてから、私は電話を切った。結局、昨晩は折り返しの電話もなく、夜が明けた。私から連絡があった着信は残っているはず。何か用事をしていて電話に出られなかったのなら、
時間を置いて折り返しの連絡をしてくれてもいいのに。私は少し悲しくなる。こんな時はきっと仕事が忙しいのよ、と自分に言い聞かせるしかない。義明が単身赴任に行ってから私は庭で土を触ることが多くなった。田舎の広い庭を少しずつ憧れのイングリッシュガーデンに変えているのだ。最初は何から始めたらいいのか全くわからず、ネットを調べたり図書館に行ったりと情報収集からスタート。そのうち園芸品を取り扱う店の常連になった。少しずつガーデニングを通して交友関係も広がっていく。新しい友達が増えるたびに、旦那さんはどうしているの？と聞かれる。単身赴任でいないのよ、と答えると、友人たちはいいわねなんて口々に言うのだ。旦那の世話をしなくていい私が羨ましいという。そのことを義明に電話で話したことがあった。なんだお前、働きもせずに土遊びしてるのか。気楽なもんだな。俺は一人東京で働いているっていうのに。ちょっとした笑い話のつもりで話したのに、義明の反応は私の想定外だった。自分が稼いだ金で私が遊んでいると怒り始める。最後には私のことを寄生虫とまで罵り、一方的に電話を切られたのだ。私は義明の言葉に深く傷ついた。結婚当初、仕事を続けようとした私に家庭に入ってほしいと言ったのは義明なのに。新婚の頃、家庭を守ってくれたらそれでいいんだよ、なんて優しい言葉をかけてくれていた義明はどこに行ってしまったのだろう。義明に電話で怒られた翌日、私はすぐにパートの仕事を探しに行った。しかし、なかなかいい仕事は見つからない。このまま義明に寄生虫呼ばわりされたまま過ごすのも悔しくて、私は必死で仕事を探していた。そんな時、私に転機が訪れたのだ。その日も私は庭に出てプランターの手入れをしていた。季節の花を寄せ植えにして玄関付近に飾る。今回は門の近くにも2つ、長方形のプランターで寄せ植えを作った。それを見かけた近所の奥さんから寄せ植えの依頼が来たのだ。かかった費用と手数料を払うので季節の寄せ植えを作ってほしいと頼まれたのである。思ってもいないことで驚いたけど、私は快諾した。一度奥さんの玄関先を見せてもらって、どんなイメージの寄せ植えを希望されているのか丁寧に聞き取りをする。ホワイトガーデンに憧れているという奥さんの希望を聞き、色を控えめにした爽やかな寄せ植えを作り上げた。自分でも会心の出来だったと思う。納品した時の奥さんの表情を今でも思い出せる。最初は驚いたような表情、次に簡単の声を上げ、満面の笑みを私に向けてくれたのだ。いただいた代金は想像していたよりも多くて恐縮してしまったくらい。それから私のところへ同じような依頼が舞い込むようになってきた。最初はちょっとしたアルバイトのつもりだった。2年経った今では本業の仕事のように依頼をこなす毎日になっている。義明からの生活費をすべて貯金に回しても生活できるくらいに私は稼ぎ始めていた。扶養から外れるほど稼ぐと問題があると思っていたので、仕事をセーブしなくてはならないくらい。私は義明の寄生虫なんかじゃない、自分自身に対してやっと自信が持てるようになってきたのもこの頃だと思う。もちろん義明にもこの仕事のことは話した。だってものすごく嬉しかったのだ。義明もきっと一緒になって喜んでくれると私は信じて疑わなかった。そしてその期待はあっさり裏切られる。はあ？そんなおままごとみたいなことで金取ってるのか。詐欺みたいなものじゃないか。義明は私の仕事を鼻で笑って馬鹿にした。しかもままごとで詐欺だとまで言うのだ。私は悔しくて涙が出そうになる。そりゃ義明から見たらそう見えるかもしれない。でも私は一生懸命真剣にやっている。人が真剣に取り組んでいることを鼻で笑うなんて信じられない。あなた、どうしたの？そんな皮肉ばかり言う人じゃなかったのに。私は思わずそう口走ってしまった。
義明を否定するようなことを口にしたのは、結婚してこれが初めてだったと思う。言いたいことを我慢してたのが、こっちに来て解放されたのかもな。そう言ってまた、一方的に電話は切られた。私は悔しくて悲しくて、この夜は涙が止まらなかったのを覚えている。こうして少しずつ、私たち夫婦の間には溝ができていった。でも単身赴任が終わり、また一緒に生活をするようになったら全てうまくいく。私はそう思っていた。ガーデニングの件もきっとこの庭を見たら褒めてくれる。私は単身赴任から帰ってくる義明のことを考えながら、二人でゆっくり過ごす庭を作り上げていくことに決めた。そんなある日、思いがけない連絡が高一から届く。家の固定電話に国際電話で連絡が来たのだ。あら、高一、久しぶりね。みんな元気にしてる？今度はいつ帰ってくるの？私は高一から連絡があったのが嬉しくて、質問攻めにしてしまう。母さん、そんなことより。電話の向こうの高一は、随分と慌てた様子で私の質問を遮った。普段ならゆっくり私の話を聞いてくれる高一の珍しい態度に私は驚く。何か大変なことが向こうであったのかもしれない。私はなんだか心臓がドキドキしてきた。どうしたの、高一？何かあったの？悪い知らせなの？緊張で声が震えた。電話の向こうで高一が大きく息を吸う。高一も一生懸命気持ちを落ち着かせようとしているようだった。父さんって今どこ？高一はひどく真剣な声でそう言った。東京で単身赴任中だけど。緊張していた私は、高一の問いかけになんだか肩透かしを食らったような気分になる。もっと大変なことかと思っていたのだ。なんでそんな当たり前のことを聞くのだろう。高一も単身赴任のことは知っているはずだ。私の返事を聞いて、高一はもう一度長く息を吐いた。そしてすごく言いづらそうに教えてくれたのだ。母さん、それ嘘だよ。え？高一の言葉に、私は聞き返すことしかできなかった。一体高一が何を言いたいのか理解できない。混乱している私に、高一はゆっくりと話してくれた。現在、高一は家族でバリ島に来ているという、バケーションを楽しんでいるのだ。そこで義明を見かけたらしい。最初は他人の空似かと思い、気にも留めていなかったそうだ。しかし、別の日にも同じ道ですれ違う。何回見ても自分の父親にしか見えなかった。俺、後をつけたんだ。そしたら父さん、若い女と暮らしてた。多分、旅行で来ているって感じじゃないよ。ずっと一緒に暮らしてるって感じだった。高一の言葉に私は、今までに受けたことのないようなショックを受けた。義明に限ってそんなことをするわけない。そう言いたかったけど、言葉が喉に詰まって出てこない。母さん、父さんから生活費はちゃんと入ってる？そう言われて私はハッとした。最近は自分の稼ぎがあるので、義明から生活費が振り込まれる口座の通帳を記帳していなかったのだ。使わずに貯金して、義明が帰ってきてから旅行なりリフォームなりに使おうと思っていたのである。私は一旦、高一との電話を切って、銀行の ATM へ駆け込んだ。1年以上記帳していなかった通帳を ATM の機械へ入れる。すると通帳はすぐに私の手元に戻ってきた。すぐに戻ってきたということは、記帳する取引がないということ。恐る恐る通帳を確認すると、ほぼ1年半前から生活費が入金されていない事実が判明。私は ATM の前で倒れそうになる。まさか自分にこんなことが起きるなんて想像もしていなかった。私はすぐに高一に連絡をして、生活費が振り込まれていないことを報告する。高一は、やっぱりね、とつぶやいた。高一はすぐに帰国すると、私に連絡してから電話を切った。私はめまいを覚えながらも、高一に指示されたことをやっていく。まずは、夫の会社へ連絡を入れた。すると、衝撃的な事実が判明する。なんと夫は仕事を早期退職していたのだ。1年半くらい前のことだという。
会社の総務担当の方が、奥さんひょっとして知らなかったのでは?と言った。私は素直に、知りませんでしたと答える。どうやら夫の動向は社内でも噂になっていたらしい。最初の一年、東京へ単身赴任に行ったのは事実だった。義明は単身赴任先で知り合った若い女に入れ上げていたらしい。早期退職を決めたのも、その女がそそのかしたからだと社内で囁かれていたそうだ。私は対応してくれた方に真実を話してくれたお礼を言ってから電話を切る。電話を切った途端、義明への怒りがふつふつと湧き上がってきた。義明は退職金を使って海外へ行ったのだろう。そしてその金が尽きるまでそこで生活をするつもりかもしれない。私に冷たくなった理由もこれで分かった。相手の女性はまだ30代だという。私は一大決心をして県庁へと向かった。あなた久しぶり。いつ電話しても出ないから心配してたのよ。高一のスマホを借りて電話をすると、義明はあっさり電話に出た。私は何も知らないふりをしていつも通りに声をかける。義明は通話の相手が私だったことに少し驚いているようだった。ああ、仕事が忙しくて。生活費ごめんな。お前も稼いでるって聞いてたから、遅れても大丈夫かなって思っていたら、しばらく入れるのを忘れてたみたいだ。なんとも嘘くさい言い訳に笑いそうになる。帰国した長男夫婦も息を潜めて私たちの通話内容を聞いていた。それはいいの。自分の稼ぎでやっていけてるから。でも入れてくれると嬉しいわ。そうそう、あなたにいい知らせがあるの。私、乗り物酔いを克服したのよ。私はわざと明るい声を出して報告する。これで東京にいるあなたに会いに行けるわ。東京案内してくれるでしょ。電話の向こうから義明が焦っている気配が伝わってくる。まさか私があの乗り物酔いを克服するなんて夢にも思っていなかっただろう。もちろんこれは嘘。乗り物酔いの克服なんてしていない。少し考えれば、あれを克服なんて不可能に近いとわかるはずなのに、やましいことがあるから、焦って正常な判断ができないのだろう。そうか。乗り物酔いしなくなったのか。それはよかったな。進歩したんだな。でも仕事が忙しくてさ、東京に来てもお前の相手をできないと思うんだ。どんな言い訳を並べるのか期待をしていた私と長男夫婦は顔を見合わせる。思った通りの言い訳でおかしくて仕方ない。大丈夫よ。高一たちも一緒に行ってくれるって。久しぶりの帰国だし、東京で一家団らんっていうのもいいじゃない。義明はとにかく仕事が忙しいから待ってくれの一点張り。私はあれやこれやと真綿で首を絞めるかのように義明を締め上げていく。そう、そんなに忙しいんじゃダメね。残念だわ。せっかく高一たちも日本にいるのに。そうね、東京に行けないのなら高一たちと海外旅行でも行こうかしら。この間インドネシアの観光特集をテレビで見たの。バリ島とか素敵よね。私がバリ島と口にした時、確かに義明は息を呑んだ。自分の嘘がめくれる不安に押しつぶされるがいいわと思う。散々義明を自分で追い詰め、私は満足して電話を切った。義明はきっと通話が終わって胸をなで下ろしているだろう。母さん、本当に大丈夫?心配そうに私の顔を高一が覗き込む。私は飛行機に乗る前から冷や汗が出そうだった。高一の嫁の律子さんが私の手を握り、大丈夫です。私がついてます。と元気づけてくれる。酔い止めの壺には米粒を貼っているし、ここまでの飛行機も大丈夫だった。私は自分に大丈夫だと言い聞かせる。この日のために私は耳鼻科に通い、なんとか乗り物酔いを軽減しようと努力した。パスポートが出来上がった頃には、バスに乗れるようになり、電車も克服。処方してもらった酔い止めを握りしめ、私は今から国際線に乗る。義明の慌てふためく姿を想像したら、なんとか乗り切れそうな気分になった。行きましょう。大丈夫よ。私はそう言って、律子さんに笑ってみせた。病院で処方された酔い止めが良かったのか、私は飛行機の中で爆睡。乗り換える時も半分寝ていたような状態だった。そして今、
私は吉明と女が生活しているコンドミニアムの前にいる。大きく一度深呼吸をした。長男夫婦と目配せした後、私はインターホンを押す。玄関から顔を出したのは若い女だった。30代とは聞いていたけど、まだ30代前半だろう。彼女が口を開く前に、私は吉明の家内ですと名乗る。すると、みるみるうちに彼女の顔色が真っ青になった。そのまま玄関の奥に悲鳴のような声を上げながらかけていく。時間を置かず、奥から吉明が姿を現した。まるで幽霊を見るような目で私を見ている。乗り物酔いが治ったから会いに来たわ。東京ってこんなに遠いのね。日本語もあまり聞こえないわ。とんだ単身赴任先ね。そう言いながら笑いかける。吉明の顔色もあっという間に真っ青になった。ゆか、誤解するなよ。これは旅行。そう、社員旅行なんだ。いやましいことなんて。この後に及んで、まだ苦しい言い訳を続ける吉明の姿に、私は呆れるばかり。光一も情けない父親の姿を軽蔑の眼差しで見ている。私は吉明に全てを話した。会社に連絡して、すでに退職をしているのも確認しているし、その女性と単身赴任中から関係を持っていたことも知っていると伝える。その上で、私は吉明に離婚届を突きつけた。今日はね、これを届けに来たの。届けに来たっていうか、サインいただけるかしら。離婚しなくちゃ話が始まらないわよね。こんな馬鹿げた状況。多分、私は笑っていたと思う。だけど目だけは絶対に笑っていない。吉明を睨みつけたままだ。そんな私を吉明は怯えたように見ている。すぐに記入してちょうだい。さっさと手続きを済ませたいの。後のことは弁護士に任せるから。ああ、もちろん慰謝料は請求させてもらうわ。この離婚で非があるのはあなたの方だもの。私が口にした慰謝料という単語に吉明は反応した。待ってくれ。離婚は分かった。仕方がないと思ってる。だけど、慰謝料は勘弁してくれ。俺はもう退職して。バカを言わないで。退職金があるでしょ。離婚は仕方ない。あなたにとっては都合のいいことでしょ。バカにしないで。私の剣幕に観念したのか、吉明は離婚届に素直にサインをした。記入済みの離婚届を受け取り、私は丁寧にバッグに入れる。そして吉明の後ろで震えている浮気相手に声をかけた。離婚が成立したら、このバカは名実ともにあなたのものよ。だけど、あなたが狙ってた退職金は私がいただくから。残念だったわね。飲み屋で知り合ったこの女は、吉明の金が目当てだったと噂で聞いている。退職を強く勧めたのも、退職金が狙いだったのだ。その金は、私が慰謝料として吸い上げる。後の残ったカスのような男と一緒にどうやって過ごしていくのか。呆然としている彼女の顔を見て、留飲が下がる思いだった。初めて見かけた時から、俺の見間違い、勘違いだったらどれだけいいのかって思ってたよ。まさか、父さんが母さんを裏切るなんて。自分の尻は自分で含んだね。これが最後だと思ったのか、ずっと黙って私と吉明のやりとりを聞いていた高一が口を開いた。これには吉明も答えたようだった。自分の息子に軽蔑されるのは辛いことなのだろう。高一、お前も男だったらいずれわかる。だからそんな目で俺を見ないでくれ。叫ぶように懇願する吉明の姿を高一は冷めた目で見下ろしていた。こんな場所から一刻も早く立ち去ろう。私は吉明に最後通告を宣言する。とにかく慰謝料を支払ってちょうだい。私が言いたいのはもうそれだけよ。吉明は両手をすり合わせ、私と拝んで懇願してくる。その姿は父親としての威厳なんて1ミリも感じられない。悪かった。謝るから慰謝料は勘弁してくれよ。謝って済む問題じゃないのよ。私の気持ちの問題よ。私は何度も謝罪を繰り返す吉明の声に背中を向ける。これが吉明との最後の別れだった。その後、少しだけ長男夫婦と一緒にバリ島とジャカルタに滞在し、観光を楽しんだ。もう二度と国際線に乗るなんてことはしないだろうと思ったからだ。
以前の私が今の私を見たら驚くだろう。海外旅行なんて一生できないと思っていたのだから。帰国したその足で、私は役所へ離婚届を提出した。晴れて私たち夫婦は他人となったのである。光一も私たちの離婚には反対などせず、全面的に私の味方だと宣言してくれている。友人に紹介された弁護士を通して、夫に慰謝料を請求した。退職金の額は大体わかっていたし、その全額を取り上げるつもりは最初からなかった。しかし私が想像していたよりも、退職金の残りは少なかったらしい。一括では支払えないと、弁護士に連絡が入った。調査の結果、本当に支払い能力がないのだと弁護士から聞いたとき、呆れて物が言えなかった。一体あの女にどれだけつぎ込んだのだろう。私は一括で支払えないのなら、実家をもらいたいことを弁護士を通じて、義明に伝えてもらった。現金よりも自分が作り上げたあの庭を手放したくないと思ったからだ。義明はこの提案を受け入れ、私は請求していた慰謝料の減額に応じることにした。清々した気持ちで新しい人生を歩き始めた私とは真逆に、義明にはさらなる地獄が待っていたようだ。金の切れ目が縁の切れ目とは昔からよく言われていること。退職金が底をつきそうになると浮気相手の女は早々に義明の元から逃げた。金目のものは全て持ち出したらしい。ある朝、義明が目を覚ますと全てすっからかんの状態。彼女と再婚するつもりだった義明とは逆に、彼女はいつ義明を捨てようかとチャンスをうかがっていたのだろう。結局ほぼ一文なしになった義明は日本へ帰国した。地元に帰って噂の的になるのを恐れたらしく、義明は東京で小さなアパートを借りたらしい。アパートを借りる際の保証人を光一が頼まれ、仕方なく引き受けたと聞いている。年齢も年齢なので再就職も難しそうだと光一が話してくれた。本来なら役職を持って退職後も会社に残ることもできたのに。払った代償の大きさを今頃一人で噛みしめていることだと思う。光一に私とやり直したいと言っていたらしいけど、申し訳ないが私は願い下げだ。二度と顔も見たくない。どう返事をしようかと光一に聞かれ、ずうずうしいにも程があると伝えてもらった。それ以降は復縁の話は持ち上がらない。きっと義明は小さなアパートで一人年老いていくのだろう。私は義明と離婚し、お金と庭と家を手に入れた。これでこの庭をどう作り上げようと私の勝手ということになったのだ。夢に見た理想のイングリッシュガーデンの完成まであと少し。私は完成に合わせずっと夢だったことを実現しようと思った。実家の老朽化した家屋を建て直し、小さなカフェを開いたのだ。本格的なイングリッシュガーデンを眺めながら、アフタヌーンティーを楽しむ。こんな片田舎のカフェにお客さんが来てくれるだろうかと、最初は心配で仕方がなかった。地元の雑誌で紹介され、SNS で拡散されると、あっという間にカフェはお客さんで連日、賑やかになった。来年には、光一たちも海外勤務から帰国すると聞いている。律子さんはカフェを手伝いたいと言ってくれているらしい。新しい私の人生はこの庭から始まった。これからも家族と一緒にこの庭を守っていきたいと思っている。俺の店は千春さんに相続する。哲也の大きな声が響き渡る。なんでそうなるの？困惑した私に対し、哲也はさらに続けた。うるさい！陽介はうちの店を放り出したし、お前もろくに仕事ができなくなった。この家でまともなのは俺と千春さんだけだ。そうなるのは当然だろう。愕然とする私に、千春さんが勝ち誇ったような笑みを浮かべる。そういうことだから、役立たずのババアは早く出てけ。信じられなかった。これがあの千春さんだろうか。つい一年ほど前までは問題なく仲のいい嫁姑だったのに。私はがっくりとうなだれた。この時の私は悲壮感でいっぱいだった。
しかし事態は予想もしていなかった思わぬ方向に転がっていくことになる。私は鈴木美奈子、52歳、夫は3歳年上で名前は哲也。都心にある高級寿司店を営む大将として日夜車両を握っている。そんな私たちには息子が一人、名前は陽介だ。哲也から手ほどきを受けた陽介も今では立派な寿司職人。哲也と二人でお店に立っている。そんな陽介も1年前に結婚することになり、嫁である千春さんは同居を快く了承してくれた。笑顔が優しい、とてもいい子だ。私はお店の経理関係と女将を、千春さんは私の見習いとして働いていた。お店は高級住宅地に隣接していることもあり、羽振りのいい客が多く訪れる。繁盛していると言っても差し支えないだろう。たびたび名店としてテレビや雑誌の取材が来るほどだ。私は今の生活が気に入っていた。周囲の人は、お嫁さんと同居なんて大変ね、仕事でも一緒なんて二人とも気を使うんじゃないなどと言ってくるが、うちに限っては当てはまらない。私も千春さんもお互い余計なことは立ち入らず、つかず離れずでうまくやっている。そのつもりだった、陽介が海外に行ってしまうまでは。それは突然だった。珍しく知り合いと飲みに行ってくると言った陽介は、その日の夜遅くに帰ってきた。ただいま。あら、ずいぶん遅かったわね。台所でお皿を拭いていた私に、陽介は真剣な顔で言う。うん、ちょっと話があるんだ。母さん、父さん、千春もいいか。奥から哲也と千春さんも出てきて席に座った。実はさ、知り合いが海外で新しく寿司屋を立ち上げるらしくて、オープンから軌道に乗るまでの間、俺に手伝ってほしいって言われたんだ。え？聞けば知り合いとは陽介も哲也もお世話になったことのある有名な板前の方だった。最近は経営の方にも乗り出しているらしく、次々と新規の寿司屋をオープンさせている。陽介は腕を見込まれ、板前として参加をお願いされたそうだ。もちろん家の視野があるため最初は断った。しかし相手も簡単に諦めなかった。軌道に乗るまででもいいからと熱心に誘われたのだ。陽介もお世話になった人物だけに最終的には了承するしかなかったという。哲也も難しそうな顔をしてため息をついた。お前が抜けるのは痛いが、あの人の頼みなら仕方ない。ただし落ち着いたら必ず帰ってくるんだぞ。いいな。哲也はしぶしぶ了承し、私たちは今後のことについて話し合った。そんな中、一つ問題が出てきた。千春さんのことだ。陽介と海外へ帯同するのだろうか。しかし千春さんまで抜けるとなると、さすがに私と哲也の二人では仕事がきつくなる。アルバイトを雇おうかという話に差し掛かった頃、千春さんが口を開いた。私、ここに残ります。え、いいのよ千春さん、無理しなくても。慌てる私に千春さんはきっぱりと言う。いえ、新しい人を雇うにしても教えるのは大変でしょ。私だったらいろいろ知っているし動けますから。笑顔で答える千春さんに、私と哲也、そして陽介も深く感謝した。ありがとう千春、落ち着いたらすぐに戻ってくるから。こうして陽介はしばらくの間海外に旅立つことになったのだが、おかしな事態に発展したのはここからだった。陽介がいなくなってしばらくすると、千春さんの態度に変化が現れた。お父さん、お店のことなんですけど、もう少しだけカジュアルな値段にしませんか？ほら、今でもお客は入ってますけど、
後々のことを考えると若い人も取り込んだ方がいいと思うんですよね。甘えた声で言い出す千春さんに私は驚いた。以前私もそのような意見を哲也に言ったことがある。うちの寿司屋は相場より若干高めなのだ。その分味に自信を持っているが、近頃似たような高級寿司屋も多く客を持っていかれることを危惧していた。だが私が言っても哲也は聞かない。大将としての自分にプライドがあるのだろう。おそらく千春さんが言っても同じことだ。しかし予想は違っていた。そうだな、千春さんの言う通りかもな。よし、価格を見直してみよう。哲也の言葉にまたしても私は驚天した。まさか了承するなんて。二人は女将である私を差し置いて笑顔でお店のメニューについて話し合っている。この辺りから何か嫌な予感がしていたのだ。千春さんは次第に哲也に甘えるようになっていった。哲也も悪い気はしないようだ。ニコニコしながら千春さんの言うことをうんうんと聞いている。哲也は前から千春さんのことを気に入っていた。これまでもいい子が来てよかったと何度も口にしているのを聞いている。もともと頑固で無口だった哲也だが、千春さんが来て随分変わったなと思っていたのだ。しかし最近少々度が過ぎている気がする。陽介が海外に行ってから二人はいつの間にか距離を縮めたようだ。ちょっと二人とも早く仕事について。私がたしなめると二人はすぐに反論してくる。今大事な仕事の話してんだ、お前は引っ込んでろ。そうですよお母さん、私たちは忙しいんですね、お父さん。上目遣いに哲也を見る千春さんに私は初めて不信感を抱いた。以前の千春さんならお母さんも一緒に話しましょうと言ってくれていたはずだ。哲也の物言いは昔からだから仕方ないにしても、千春さんの言い方はなんだか変だ。私はモヤモヤした気持ちを抱えつつ仕事をこなした。しかしそれ以降も似たような出来事が増えていく。ちょっと千春さん、ここ洗ってくれる？汚れが目立つからね。この時私は手が離せなかったので軽い気持ちで声をかけた。すると千春さんは大げさに悲しそうな顔をする。お母さん、すみません、私接客していて気がつかなくて。でもそんな言い方しなくても。すかさず哲也が火星に入った。そうだ、気づいたならお前がやればいいだろう。千春さんはお客から人気だからな、ついつい話し込んでしまうんだ。もっともお前はもう年だから客から話しかけられることもめったにないだろうが。哲也のバカにしたような言葉に私は嫌な気分になった。二人してニヤニヤ笑っている。このように千春さんと哲也で私を責めるような雰囲気に持っていくことがだんだん増えてきた。なんだかこの空間は居心地が悪い。ついこの前までみんなで笑い合っていたのにどうもおかしい。ある日私はお店の片付けをしていた。あらかた終わったので家に戻ろうとすると哲也から声をかけられた。おい、明日のマグロの数が足りないじゃないか。え？私は発注表を確認する。確かにマグロと書いたはずなのに消されている。なんだかおかしい。ふと見上げると千春さんが笑っている。やだ、ボケないでくださいよ。何をやってるんだ、まったくお前も猛録したな。呆れ返る哲也。そんなこと今まで一度だってなかったのだが、考え事でもしていたのだろうか。ちょっとしたミスだろうと思ったが、なぜかその後も小さな失敗が続いた。確かに片付けたはずなのにお皿が残っていたり、頼まれていないはずの注文をしてしまったり、その度に千春さんや哲也に笑われ、ボケただのなんだの言われてしまう。私は一人首をかしげていた。どう考えても
こんなにおかしな失敗が続くはずはない。このミスが起こる前はいつも近くに千春さんがいた。そして決まって私を見て嘲笑うのだ。考えたくはないが、私がわざとミスをするように仕向けているのではないか。でも証拠がない。千春さんは一体何を考えているのだろう。ニコニコと笑顔で毒を吐くようになった千春さん。私の千春さんへの不信感ははち切れそうなほどいっぱいになっていた。そんな時だった。千春さんはたびたび夜遅くまで誰かと電話をするようになった。時折楽しそうな笑い声が聞こえてくる。そして久しぶりに友達と会うといい、頻繁に遊びに行くようになった。陽介がいないので羽を伸ばしているのだろう。いい気なものだ。こちらはお店の売り上げに心を砕いているというのに。最近明らかに客が減ったのだ。単価を下げてから人が増えるかと思いきや逆に減っている。これまでのお客様には安売りしているような印象を与えてしまったのかもしれない。近所の質屋は繁盛しているようだからそちらに流れてしまっているようだ。私は帳簿を見つめながら憂鬱になった。陽介が海外に行ってからもう数ヶ月経っている。向こうで新規立ち上げした寿司屋の状況はどうなったのだろうか。何の連絡もないので相当忙しいのかもしれない。今のこのお店の状況を陽介に相談したかったが、海外のお店も大変なのに迷惑はかけられない。それに私の原因不明のミスも続いている。だんだん徹夜も怒り口調になってきた。しっかりしろから、そんなんじゃお店に立たせないぞと厳しい言い方になる。その度に私は私がしたミスじゃないと言うのだが、言い訳としか思ってもらえない。証拠がないのだから当然だが、千春さんは怒られている私を見てクスクス笑っているだけだった。どうやってこの状況を打破したらいいのだろう。私が考え込んでいるうちに事件が起こった。ある日のことだ。私は何気なく千春さんに陽介の様子を聞いてみた。母親の私には連絡などよこさなくても、夫婦なのだから千春さんとは連絡を取っているかもしれないと思ったのだ。千春さん、最近陽介と連絡取ってる？もう半年以上経ったからね。まあ頼りがないのはいい頼りって言うけど、せめていつ頃戻ってくるのかだけでも。私の問いに千春さんは一瞬表情が暗くなった。お母さん、実はこの前陽介さんから連絡があったんです。どんよりした様子の千春さんに私は胸騒ぎを覚える。なんて言ってたの？陽介さんはこのお店を放り出して正式に海外のお店を継ぐみたいですよ。千春さんは悲壮感あふれる表情で語り出した。それによると陽介が手伝っている海外のお店は大繁盛、お給料も相当な額をもらっているようだ。陽介から、こっちは待遇がいいからもう帰らない、今さら安月給のお店には戻れないからそっちのことはよろしくと連絡があったとのことだ。そんないい加減なことあるだろうか。私は陽介に真意を聞こうと携帯電話に手を伸ばした。するとそれを千春さんが手で制する。ダメですよ、もう連絡してこないでくれって陽介さんに言われました。きっと夢中なんですよ、向こうのお店に。私たち捨てられたんですよ。悲しそうにつぶやく千春さん。私は頭が混乱した。まさかそんな。信じたくない気持ちでいっぱいになる。私がいろいろ頭の中で考えている間に千春さんは徹夜にもこの話をしたようだ。なんだと？陽介がそんなことを。帰ってくるっていう約束だから行かせてやったってのに、あいつは。徹夜は当然激怒した。そうなんです、だから私とも離婚してくれって。ひどいですよね。そんなことまで言っていたのか。あまりにも突然のことで私は面食らってしまった。なんてこと、このお店も千春さんも捨てていくとは最低な野郎だ。俺はそんな男に育てた覚えはないぞ。
シクシクと泣き始める千春さんを哲也は必死に慰める。あんなやつ今更いなくたって十分やっていけら。俺たちで店を盛り立てよう、千春さん。お父さん。私のことはそっちのけで二人の世界に入っている。哲也は千春さんの肩に手を置いており、なんだか気持ちが悪かった。下手な芝居を見せつけられているようで頭がクラクラする。この二人では話にならない。私は頭を抱えながら自室に戻り、今後どうなるのだろうと不安に苛まれた。数日後、哲也から話があると呼び出された。千春さんも座っている。どうせろくでもないことなのだろうとうんざりした気分になった。知っての通り、陽介がとんずらこきやがった。千春さんが確認してくれた。もう俺たちとは話すことはないだと。そこまで言うとは、海外のお店というのはうちのお店とは比べ物にならないほど待遇がいいのだろうか。だからといってこんな最後はあんまりだ。哲也も苦々しい表情を作る。たく、この店も陽介に継がせるつもりだったが、あんな無責任な野郎だったとは思わなかった。吐き捨てるようにしばらく黙った。そして一呼吸を置いてきっぱりと言う。俺の店は千春さんに相続する。なんでそうなるの？私は驚きの声を上げた。話が飛躍しすぎではないか。前から俺の腰が悪いのは知っているだろう。最近ひどくなってきてな。本当は陽介に早く手渡すつもりだったんだ。だがあいつは店を放り出したし、お前もボケちまってろくに仕事もできなくなった。この家でまともなのは俺と千春さんだけだ。そうなるのは当然だろう。愕然とする私に哲也は説明を続ける。千春さんはこの店を良くしようと頑張ってくれている。板前は外部から雇うから、千春さんには女将としてここの経営を任せたい。哲也がそう言い切ると、千春さんが勝ち誇ったような笑みを浮かべる。そういうことだから役立たずのババアは早く出てけ。信じられなかった。これがあの千春さんだろうか。つい1年ほど前は問題なく仲のいい嫁姑だったのに。私はがっくりとうなだれた。そしてやっとの思いで口を開く。わかりました。陽介も戻ってこない。哲也も千春さんも人が変わってしまった。こんなところにいつまでもいられない。頑固なところはあったが、ずっとついていこうと思っていた哲也。哲也の心も女将の仕事も千春さんに奪われてしまったし、私にはどうすることもできなかった。実家に帰ろう。幸い私には実家がまだある。両親は80代だがまだ生きているし、実家の家もそこまで古くはない。そこで余生を過ごすしかない。私は打ちひしがれ荷物をまとめた。さようなら。そして朝早く私は家を出た。幸い私の実家は今の家とそれほど離れてはいない。ここから電車に30分ほど乗るだけで着いてしまう距離だ。まさか出戻りする日が来るなんてと思いながら、私は駅に着いた。ふと顔を上げると見覚えのある顔が近づいてくる。まさかそんな、陽介？私が声をかけると陽介も気がついたようだ。重そうな大きいスーツケースを引きながら笑顔で話しかけてくる。あれ、母さん。いや、長いこと待たせてごめん。向こうのお店が落ち着いたからようやく帰れたんだ。うちのお店は大丈夫？てかどうしたんだよ、こんなところで。のんきな陽介の言葉に私は思わず声を上げた。なんで帰ってきたの？うちの店は捨てたんじゃなかったの？捨てた？何のことだよ。キョトンとして答える陽介に私は混乱した。陽介がとにかく家に帰ろうと言い出したので慌てて制止する。いくらなんでもあんな暴言を吐かれた後におめおめと帰れない。私はひとまず近くの喫茶店に陽介を連れて行った。不思議な顔をする陽介に私はこれまでのことを正直に話してほしいと頼んだ。
なんだかいろいろなことの辻褄が合っていない気がするのだ。海外に行ってからのことを話し出す陽介。一通り話が終わると、私もうちの視野で起こっていた出来事を詳しく話した。二人の話をすり合わせると、恐ろしい事実が判明する。陽介は、うちの視野を辞めるなんて一言も言っていない。すべては千春さんが仕組んだことだったのだ。陽介が言うには、海外に行った当初、千春さんから、お母さんとお父さんは、お店が忙しくて疲れているから連絡しないであげて、二人への用事は私が伝えるから私を通してと言ったようだ。陽介は千春さんに海外のお店の状況を逐一伝えており、帰れる時期についても話していた。だが私はそんな話を一切聞いていない。千春さんが陽介の近況を私たちに伝えなかったからだ。私が何の連絡もないことにやきもきし始めた頃、千春さんが急に、陽介さんは海外のお店にずっといることにしたからもう戻らないと言い始めた。陽介が言うには、そんなこと言ったこともないという。こうして千春さんから嘘の情報を流された私と陽介は慌てふためいた。さらに安月給な視野で働けるわけがないなどと陽介が言っていたと虚偽の悪口を吹き込まれ、陽介は怒り狂った。一方で千春さんはミスをわざと私のせいにすることで、私に使えないボケたおばさんというレッテルを貼り付けた。その頃には徹夜はすっかり甘え上手な千春さんに骨抜きにされている。徹夜の信用を勝ち取り、まんまとこのお店を相続するところまでこぎつけたのだ。そして邪魔な私は排除された。すべての話を継ぎ合わせた結果、これらの事実が浮かび上がってきたのだ。私たちはしばらく黙ったままだった。千春さんはいい嫁だと思っていたのに、まさかこんな本性を隠していたとは。信じたくはなかったが、私が家を出ていく時のあの暴言、恐ろしい表情をしていた。思い出すだけで身震いする。陽介が申し訳なさそうにつぶやいた。ごめん母さん、俺が直接連絡を取っていれば。いや、そもそも海外行きの話を断っていたら。もう済んでしまったことは仕方ないわ。でもよかった、あなたが何も言わずに全て放り出して戻ってこないなんて、そんな無責任な人間じゃなくて。私がほっとした表情で話すと、陽介は真剣な顔になった。そんなことしないよ。ただこの話を聞いて、前から千春の行動で気になるところがあるんだ。それに千春がそうまでしてうちのお店を手に入れたかったのは何でなのか、それを確認してみる。確認ってどうやって？千春さんは口を割らないわよ。私もあんなことまで言われてあの家に帰れない。憤慨する私をいさめるように陽介は穏やかな口調で話す。わかってるよ。母さんはそのまま実家に帰っていて、俺は確かめたいことがあるからあの家にもう一度帰るよ。進展があったら連絡するから。そう。陽介の思惑は分からなかったが、身も心も疲れ切っていた私はひとまず実家に向かうことにした。今日はいろいろなことがありすぎて眠れそうもない。実家についても頭の中はごちゃごちゃしていた。久しぶりに会った父と母に適当な言い訳をして、私は早く体を休めることにした。それから1ヶ月ほど経ったある日のことだ。すっかり実家暮らしに慣れた私がくつろいでいると玄関のチャイムが鳴る。扉を開けると、そこには陽介の姿があった。どうしたの急に。いいから少し話せる。いろいろ分かったんだ。私は陽介を部屋の中に案内する。そしてこの1ヶ月の間の出来事を話してくれた。それは私にも全く予想できないことだった。そんなことが。うん、前から怪しいと思っていたんだけどね。やっぱりだった。ため息をつく陽介。これからどうするの？さっき話した通りだよ。それより千春から電話がかかってきてない？この間話し合いをしたから、そろそろかかってくる頃だと思うんだよね。陽介に言われて私は携帯電話を見た。
しばらくマナーモードにしていたから気がつかなかったが、千春さんから鬼電が入っている。次の瞬間また電話が鳴った。母さん、取っていいよ。さっき言った通りで。陽介がにやりと笑う。私が電話を通話状態に切り替えると、慌てた様子の千春さんの声が響いた。ちょっとお母さん、なんで黙ってたんですか。お店のことものすごい赤字じゃないですか。おかげで計画がめちゃくちゃよ。ギャーギャーとわめく千春さんに、私はゆっくりと口を開く。誰ですか、あなたは。何言ってるんですか、お母さん。お母さん。知りませんよ、私はあなたのお母さんじゃありません。赤の他人です。ちょっとどうなってるのよ。その時、陽介が私の携帯電話を取った。もしもし、千春。え、あなたどうしてそこに。突然現れた陽介の声に千春さんは動揺を隠せなかった。陽介は流暢に答える。最近母さんに電話したら様子が変だったから心配になって母さんの実家に行ったんだ。そしたらこんな感じで、もうボケが進んでるんだ。千春だって感じてただろ、仕事中にミスばかりしてって言ってたじゃないか。え、あれは私が。いや、なんでもない。まさか本当にボケたの。信じられないといった調子で千春さんが話す。陽介は意に介さずさらっと言ってのけた。そう、だからもう働けないし、母さんに何か言っても無駄だから。あと俺も新しい仕事先見つけたし、離婚してくれ。お前も離婚してほしいって言ってただろ。実は1ヶ月前、陽介と喫茶店で別れた後、家では一悶着あったようなのだ。突然帰ってきた陽介を見て慌てふためいた千春さんは、私に全ての罪をなすりつけようとした。私がボケたせいで仕事のミスが増え大変になったこと、責任を感じた私は自ら実家に帰り、このお店は千春さんに相続すると哲也と話し合って決めたこと。哲也もお店を放り出して海外に行った陽介に怒り心頭だし、自分も陽介の海外生活が長引いたことで寂しさと不信感を持ったから離婚してほしいこと、このように千春さんは主張したのだが、突然のことで理解不能な陽介は首を縦に振らなかった。何日か話し合いがあり、その間陽介は前から思っていたことを実行した。探偵会社に千春さんを尾行するように依頼したのだ。実は前から長電話や夜の外出など陽介は不審に思っていた。まさかと思っていたが、今まで千春さんを信じようと無理していたようだ。だが喫茶店で私から話を聞き、自分の近況を伝えず仲違いさせようという幼稚な工作や、私がミスをするように仕組むなど、千春さんの意地の悪い面を知ってしまった。頻繁な長電話や外出が未だに止まないことも。すると、やはり調査結果は黒だった。千春さんには長いこと浮気している相手がいたのである。陽介はその事実と離婚届を突きつけた。そして哲也とうちの寿司屋にも見切りをつけた。千春さんに言われるがまま経営し、手の施しようがないほど大赤字に転落した寿司屋。陽介も当初お店を継ぐ気でいたが、すっかり落ちぶれた哲也とお店を見て決心したようだ。ついこの間家を出て、今はホテル暮らしをしている。新しい仕事先も見つかったようだ。千春さんはもごもごと言い訳を続ける。違うの。離婚してほしいって言ったのは、それは本心じゃなくて、私寂しかったの、陽介が海外に行っちゃって。だからほんの出来心で。そうじゃないよな、ずっと前から続いてたって調べで分かってるんだよ。冷静に切り返す陽介に慌てふためく千春さん。そんな、待って。じゃあ千春、今までお世話になったよ、さようなら。陽介は電話を切ろうとしたが、私はジェスチャーで最後にもう一度電話を代わってほしいと頼んだ。どなたか知りませんけど、見苦しいですよ。うちに二度と電話をかけてこないでくださいね。呆然とする千春さんをよそに、私は電話を切った。笑いをこらえた様子の陽介を見て、私も思わず笑ってしまった。ああ、すっきりした。
もちろん私はボケてなどいない。これも陽介の考えた作戦なのだ。私のことをボケたと罵るならば、本当にボケたことにしてやろうと。そうでもしなければ、くだらないことでイチャモンをつける電話がいつまでも鳴り響くことだろう。そう踏んで私は陽介の言う通り演技をした。効果はてきめんだったようだ。私、女優になれるかしら。アカデミー賞は確実だよ。陽介は笑いを噛み殺しながら愉快そうに笑った。やがて陽介と千春さんは正式に離婚した。千春さんは何を言っても無駄だと悟ったのだろう。あっけなかったよと陽介は何でもないように話した。もちろん私も哲也とは離婚。こちらもスムーズに進んだ。哲也も私がボケたと信じ込んでいるらしい。ボケた女将はいらないという態度だったようだが、願ったり叶ったりだ。こちらも頑固なおじさんのご機嫌取りはもうごめんだ。哲也は千春さんをすっかり信じきって、私にまでひどい態度を取ってきた。千春さんの手口には舌を巻くが、それに籠絡しだらしなくデレデレした様子の哲也を見るのもうんざりだった。それにしても陽介が本当に海外に行ったままだったらと思うとゾッとする。考えたくはないが、哲也はあわよくば自分が千春さんとそこまで考えていたのかもしれない。二人でお店をやっていくつもりというのは本当だったからだ。相続の書類などが用意されており、これには驚いた。しかしたとえそうなったとしても、千春さんは哲也に何の感情も抱いていない。千春さんにとって哲也も利用できる駒の一つにしか過ぎなかった。このお店を乗っ取った後、陽介と離婚し、浮気相手にこのお店を任せるつもりだったようだ。改装してバーにでもする予定だったらしい。しかし浮気相手は赤字だらけで使えないお店と判断、すぐに逃げ出した。もっともそれは口実で、本当は千春さんから離れたかっただけなのかもしれないが、捨てられた千春さんは相当パニックになったようだ。計画が狂ったとわめいており、陽介もまともな話し合いにならなかったと言っていた。先ほどの電話でも陽介とやり直したがっているような素振りを見せていたが、誰からも相手にされなくなった千春さんはおかしくなっていたのだろう。その後陽介のところにも鬼電話あったようだが、無視していたらやがて亡くなったらしい。陽介は今の家も新しい仕事先も知らせていないので、それ以上は接触しようがなかったのだ。そして千春さんの矛先は浮気相手に向かった。浮気相手にも鬼電をしまくり、ついには相手の会社に乗り込んでわめくなど、はた迷惑な行為を繰り返した。その後千春さんはストーカー規制法により逮捕。千春さんはこの浮気相手と陽介と付き合う前から関係があったようだ。浮気相手は自分のお店を持ちたいという願望を持っていた。相手の心を振り向かせるために千春さんはそれを叶えようとしたのだろう。しかし資金がなかった。そこで実家が寿司屋を営んでいる陽介に目をつけたのだ。そう、初めから全て計算ずくだった。やがて陽介が海外に行くと、機は熟したとばかりに行動を起こしたのだ。改めて恐ろしい女性だと思う。その後はどうなったのかわからないが、次の被害者が出てないことを祈るぐらいしか私にはできることはなかった。哲也はお店を廃業することに決めたそうだ。千春さんの助言で次々と解約されたお店からは常連客が遠のき、経営が傾いていた。借り入れも多く限界だと思ったのだろう。これも千春さんに魅惑されほだされた結果だ。人のことをよく見ないからこうなるのだ。哲也はこうと決めたら一直線で、そこがいい時もあったのだが、千春さんとの出会いが運の尽きだった。本性を見抜けず、疑うこともなく信じ込んでしまった。今では当然千春さんにも相手にされなくなり、すっかり無気力になったようだ。仕事を探す気も起きず、叫びたりの生活を送っているらしい。一方陽介は新しい職場で元気に働いている。海外で板前をした経験がプラスに働き、同じ知人が今度新たにオープンする日本のお店を任せてくれることになった。今では新しいマンションに住み、充実した日々を送っている。しばらく女性はこりごりだと言っているが、どうなることやら。私はというと、
陽介の料理関係者のつてで料亭を紹介され、そこで働いている。この年で新しいことを始めるのは大変だったが、慣れてくると昔の勘を取り戻し、テキパキと動けるようになった。やっぱり体が動くうちは働いている方が気分がいい。嫌なことも忘れられるし、何よりお客様の笑顔を見るのがとても嬉しい。私は根っからの接客好きなのだと思う。慌ただしくも忙しい毎日だが、これくらいがちょうどよく感じるのだ。私はまだまだ元気でいたい。そう思い、今日も職場へと向かっていく。